はい皆さんこんにちは。 歴史に越しの森山です。司法書士合格講座全体構造編第一回こちらを始めていきたいと思います。さあこれから百三十回続く講義の第一回ということで、まあ今回から第三回にかけてですね、一回から三回にかけてまずは民法とか憲法とか本論編に入る前に、まあ入門的な形として全体構造編これをお話をしていきます。これから司法書士っていうのはどんな試験なのか、司法書士っていうのはどういう資格なのか、それから合格するための勉強法というのはどういう勉強をすればいいのか。 のかみたいなことをですねこの3回のところでお話をしてそこから始まる本格的な勉強これに備えていければというふうに思いますではこれから一緒に勉強していきましょうでまずですね今回はこちらのブレイクスルーテキストの0番全体構造こちらと講義ノートこちらを使っていきますからこちらをお手元にお出しいただければと思いますこの2つを使ってこの3回の講義の方お話をしていってその後すぐに民法や憲法全体構造が終わった後に本論的な お話をしていきたいというふうに思いますで、今からお話をしていきますがまあ、この司法書士の試験というのは非常に難しい試験ですだからそれを1回でクリアするというのは 並大抵な努力ではありませんですからこれから皆さんにお約束してほしいことは私は合格できるように情報を提供して、まあ、1年間かけて皆さんが合格できるように責任を持ってお話をしていくし皆さんをついてこられるように先導していきますですからしっかりまずはついてきてください私が1人でいくら講義をしたって合格できませんから皆さんがそれを吸収して自分のものにして戦えるようにしていかなければいけないわけですね。試験会場は1人で戦いますから私がお話したことを,復習を ししっっかかりやてて自分のものもにしていいいななけければいけない私は皆さんに魔法をかけることはできませんから皆さんの頭に覚えろって植えつけることはできません皆さんが覚えていかなければいけない覚えることはこれを覚えてくださいって情報を提供するしこういう形で覚えると覚えやすいですよってお話はしていきますただしっかり復習して自分のものにしていくこれは皆さんの仕事ですねですから皆さんと一緒にこう勉強して合格できればという,ふうに思いますからぜひ頑張ってついてきてくださいで難しい試験でですから1年の勉強の中で ですがあそれを乗り越えられるかどうかといったところこれは多くの人みんな共通してるんですよえ特に直前期なんかはやっぱり多くの人みんな辛いんですねでそれを乗り越えてこそ合格がありますだからそのあたりもサポートはしていきたいと思います例えばあの通信の方も含めて、まあ、あのホームルームホームルームえこんなのをやっておりますで YouTube ライブのところでえ皆さんとチャットをやり取りしながらあ今こういうところが不安ですみたいなお話をしてくれるんですね。 で例えば今、育児で、えー、時間が取れませんとかあ今、仕事こんな状況なんですけども皆さんどうでしょうかもちろん私もお答えしますがそのチャットの中で私は子ども、えー、が寝ている間にこういうことをしていますとかもうその受講生同士でもやり取りをすることができますから、まあ、そのあたりで皆さん協力し合ってもう団体戦のつもりでもやっていければというふうふに思いますでホームルームのところは全体構造の講義ノートの1ページをめくってもらうと日程などが書いてあります。ですからその日程に従って ぜひ、生で参加していただければリアルタイムで参加していただければという,ふうに思います。すでもうに終わったものについてはアーカイブという形で参加することができますからもちろんアーカイブですからそこで発言することはできませんがあこんな相談があってこんなふうな答えがあったんだなみたいなところですでに過ぎたものについては確認をしていただければと思います。ではこれから一緒にに頑張っていきましょうで司法書士の試験に 1> 1回でで合格できる方も、えー、多くいいらっしゃいます、えー、特に私のクラスは、まあ、本当に多くの合格者が出ていただけるのでありがたいなと、まあ、もちろん皆さんが頑張ってるからなんですがあいうふうに思うんですがそれでもやっぱり受からない方はいますじゃあ1回で受かる方と受からない方何が違うのかというと1つは、まあ、覚悟ですよね絶対1回で受かるんだという気持ちがなければやっぱり1回で受かるものではありません。だから ちゃんと1回で受かるつもりになってまずはしっかり講義に参加する休まない復習するこれを淡々と繰り返すことですだからモチベーションをどうやって維持するかというよりはもう仕事のつもりでもう自分が1年後に合格するんだというプロジェクトにのリーダーになったつもりでもう淡々と勉強することですでそれが1年間かけてできた方っていうのはやっぱり受かるし合格ラインに乗ってきますところがいや 今日はめんんくさいからいいかかからやとかなんかずるずるとなズズルル休んでしまう、まあ特に例えば通信の方であれば今日聞こうと思ったんだけど明日でいいやというふうに伸ばしてしまうこれを繰り返すと今日一日伸ばしました次も一日伸ばしました先生なんか終わんないんですけどということになってしまうわけですねだから一回一回は大変かもしれないでもそれを積み重ねることによって合格に近づくわけですからその、えー、休まないしもし休んでしまったらフォローするということですね。 とということで1つ目、皆さんに約束してほしいことはちゃんと覚悟を持って休まないで講義を受けてくださいで次、2つ目しっかり講義でやったことを覚えてください。 でその具体的なやり方や必要なものについては例えば携帯使用書をこう使いましょうみたいな話は次回とその次でまたお話をしますが2つ目しっかり覚えてくださいえ特にこの試験に関しては記憶というものが非常にに重要になってきます本試験では自分の頭から知識を引っ張り出して回答しなければいけませんからしっかり記憶するこの時間を取ることです。 特に勉強しているという方に関してもう理解ということを中心にして記憶のの時間とといいいうのを意識しななやっぱり取ん,ないんですね例えば、えー、大学受験とか高校受験とかでも、えー、思い出していただければ分かると思いますが数学の問題解いて「お解けたよ」とか言ってそこで喜んでしまうでどうやって解けたのかっていうことをです、ね、もう一度覚え直し,しようとしないとか,なんか難しい知識見て「あなるほどこういうことなのねうわ勉強になったわ」それを覚えるところがないんですよ。 で、例えばテレビの教養番組とか見ててもそうですよね、教養番組見て、あ、なるほどね、歴史って面白いねって言って、決して忘れてる、つまり、理解をしても忘れちゃうんですよ、だから一回1回の講義をしっかり記憶していく、でそのために今、この10分、この20分は記憶の時間なんだとしっかり意識することですね、そうじゃなければ、この法律、どういう意味なんだろうって、理解の時間になっちゃうんです、問題、演習しちゃうんです。よ。 でこの20分はしっかり記憶を取るんだ記憶の時間にするんだって意識を持って勉強していくことが必要かなと思います3つ目余計なことはしないでこれは今皆さん思ってくれてると思うんですけれどもこれから勉強進んでいくと直前期なんかに あれもやった方がいいかももしれれないこやっツイッターかなんかで他の受験生に勧められましたとか言ってどんどん手を出しちゃうんですよそうすると全部が中途半端になりますだからそれ以外に手を出すと今やってることが全部中途半端になりますから必要なものはお話をしますこれ買ってくださいこれやってください今これを手を出してくださいやりますからそれ以外にこれもやってるんですけど。 で後から成績が上がらなくなって相談しに来るとこれも実はやってるんですこれもやってるんですいやそれ全部やったら全部中途半端になるよねという話になるわけですね。で特にこの1年でできることって限られていて私がお話をすること、えー、まあ、密度の濃い講義ですかって早口でお話をしますでそれを130回聞いて復習するだけでも結構大変なはずなんです。だかからそれを特に時間かけてやること で、特にこの携帯証書士なんかも。復習するときに合格する方は、一回で受かる方は、これを五十回、六十回と。一年の中で繰り返してます。で、そのためには、手を広げちゃできないんですよ。先生、二、三回で覚えられません。当たり前です。何十回と繰り返して、初めて覚えられるんですね。ですから、もうボロボロになっても、しっかり覚えていくってことが大事なので、とにかく繰り返して。 えー、行くためにそのためめににそのはななことをやらない、えー、最近ではやっぱり情報化社会ですから SNS なんかで、えー、私はこれやってやってたら成績上がりましたとか僕、これやったら成績上がりましたみたいなもういろんな情報がどんどん出てきますそうするとやりたくなると思いますが皆さんは講義で必要な情報を提供するしで多くの1回で受かった合格者体験記読んでみてください本当にこの講義を信じてやってきてくれてますからそれで1回で受かりましょうということですね。休まない しっかり記憶する余計なことをやらないという形で講義の方ししっかり参加していいただければと思いますで5%ぐらいの人しか受からない試験ではありますが本当に実質の合格率が5%かというとそうではありませんやっぱり忙しい中で勉強していたけれども最後まで勉強範囲が終わらずに受験を迎えましたとかなんとなく受験生ではあったんだけども もうほとんど勉強時間も取れませんでしたみたいな方もやっぱり多いですで例えばあこの予備校業界では模擬テストなんかもありますが模擬テストを1万人以上受けている方は受けてないわけですねで模擬テストで時間配分の練習もしないで本試験で力が出るわけないですからそうすると模擬テストを少なくとも受けた人ぐらいしか本気で受けてないわけですよそうするとやっぱり何千人ってレベルであってもう、えー、1万人 とかはやっぱり本気で受けている人は超えてないんですねだから実際に5%ってことはないと思いますもっと合格率は高いのでまあ見た目ほどは難しくないと思いますがまあ、それでも難しいですでその5%ぐらいは受験生の中で本気でやってる人はいますだったらその5%に入らないとまずいですよね当たり前のことを当たり前にやってる人はやっぱりいるんですよ 休んでいたり復習しなかったり今日はこれでいいやっていう受験生ではなく当たり前のことを当たり前にやってる受験生がいますですからぜひそういういいい受験生にななっっててせっかくやるならば合格目指してほしいと思いますもう正直この教室に至って合格しなければ付加価値ないですからね。 例えば大学とかであれば何大学出ましたみたいな付加価値あると思いますがアレックの渋谷に通ってましたとか言ったってもう別にだから何って話ですよ受かるためだけに存在するクラスですからぜひ1年後合格できるようにしていきましょうというところですね一緒に頑張っていきましょうでは今回はまずテキストの方を使って司法書士の業務これから皆さんが合格する目指していくその司法書士一体何をやる仕事なのか 何をやる仕事なのか、あそこのところから確認して、まあその後司法書士の試験の話をして、で残りの時間で法律の入門編、で民法不動産登記の入門編、で最後に勉強法についてこの全体構造ではお話をしていきたいというふうに思います。で今回のところはちょっと気楽に聞いておけばいいかなと思います。今なんか厳しいことを言ってあれなんですけれども、もう実際の 民法とかに入ったら一生懸命復習してもらえますがこの全体構造のところではちょっと気楽にあこういうふうに勉強するんだなとか少しずつこう講義受けることに慣れていこうとか、まあ、そんな形でいいと思いますからぜひ気楽に聞いていただければと思いますではまず「ブレイクスルテキスト」3ページのところを開いてください3ページのところでは司法書士の業務内容ということが書いてありますから、まあ、一体司法書士っていうのはどんな業務をするのか、まあ、どんな業務をするのかということについて確認をしていきたいというふうに思います でまず、えー、1ページ見てください、登記業務というふうに書いてあります。この業務というものをやって形になりますがまずここです不動産あるところに登記ありというふうに書いてありますが不動産登記という仕事をしていきます司法書士は不動産登記という仕事をしていく。で不動産っって何なんですかっていうお話をしていきます。それは文字通り不動産に関する登記不動産に関する登記といった形になります。 不動産の登記といった形ですねで、この不動産の登記じゃあ一体これ何なんだってお話からしていきますで、実際の実務出るとうちは不動産登記やってますよとかうちは不動産登記しかやってませんよってことで司法書士の実務のまさに王道えこれが司法書士の業務の王道になっていく登記業務特に不動産登記の業務になると思いますまず不動産っていうのは土地とか建物のことというふうに思ってください 動かないものって書いて不動産ですから皆さんがコンビニで買うようなものは動産ですジュースだとかお茶だとかノートだとか鉛筆とかお弁当とかこういうのを動産と言います動く財産と書いて動産で動かない財産不動産これが土地建物のことだと今は思っておいてくださいもう実際の細かい定義は後で民法でやりますがと今は不動産というのは土地とか建物のことですよというふうに理解をしておきましょう その不動産について登記をしていくのが司法書士の業務ですじゃあ登記ってなんだって話になります例えば皆さんが小学校一年生とかで自分の教科書を配られましたもうクラス40人全員同じ教科書が配られますそうするとまず名前を書きますよね で名前を書いてこれは俺の教科書だって言えるようになります名前書いてないと誰の教科しかわかりませんから名前を書くことによってこれ僕の教科書ですけどこれ私の教科書ですけどって主張できるようになるわけですねで不動産もそれと一緒ですただ不動産は名前を書くところがありませんまあ表札はありますがあれは法律的に別に意味があるわけではありませんのでえ不動産俺のもんだって主張したくても名前を書くところがないそこでどうするかっていうと国は 登記、えー、記録っていう帳簿を作って、まあ、今コンピューターで管理してますがあ帳簿を作ってそこにこの不動産は僕のものですよっていうふうになるなわけですで。例えばある土地があってそれを A さんから B さんに、えー、売,買売買をして売却をして B さんのものになったとすれば B さんが、えー「僕が買いました」っていうふうに名前を載せるんですね。 いわゆる世間でいう名義書き換えというのをすることによって B さんは僕のものですよって言えるようになるわけですでこの A さんから B さんに名義を書き換える申請のことを不動産登記の申請と言いますでこの登記のことがまあ、このですね帳簿のことが不動産登記だというふうに思ってくださいですからこの法務局に登記記録というものがあってまあ、登記簿帳簿です例えばコンピューータで管理してますから登記記録 データなんですね。登記記録と言いますが、そこに A さんから B さんに名義を書き換えてくださいというふうに申請していくのが司法書士の仕事になります。これが不動産登記の業務ということになるわけですね。で、どういう場合に不動産登記の仕事があるかというと、まず一つは不動産、まあ、土地建物が売買されたりしたとき、あとは相続なんかもあると思います。相続。例えば A さんが、 死亡しちゃって亡くなっちゃってじゃあ B さん名義にしていこう子ども名義にしていこうという時に相続によって名義を書き換える所有権移転登記などをする形になるわけですね。でこれはいやそんなのは自分たちでやるじゃないか、えー、その B さんとか A さんが自分でやるんじゃないのっていうとなかなか難しいんですよ。例えば A さん名義から B さん名義にしようと思ったって不動産の登記を B 名義にするというのはもう B さんのものだということになりますからそうするとやっぱりいろんな証拠をつけていったり記載をしていかなかったり申請書を書いていかなかったりしなければ申請ができないわけですね受理されないわけですだから司法なかなかお客さんでは自分で申請することができませんから司法書士がお客さんから依頼を受けてじゃあ不動産登記の申請をして名義を書き換えてあげますよといった形になるわけです で相続もそうで例えば親名名義義かかから子供名義にすするっ,たってなかななか大変ですよ例例ええばばば戸籍をたくさんん集めけければいけませんで例えば私が業務やってる時に「じゃあすいません、えー、不動産で名義を書き換えるのでぜひ戸籍を持ってきてくださいこちらで集めても結構ですけど」って言ったら「あ大丈夫です自分で集めます」って言って自分で集めてくるという話があったんですね。で実際に集めてもらったら12枚持ってきただけなんです。 いいややこれででは申請でききまませんよいや戸籍持ってきましたけどなぜかっていうとその例えばお父さんが亡くなっちゃって息子名義にするのであればお父さんの生前生きていた時の、えー、例えば相続関係子供関係を全部洗わなければいけないんですよ。そうすると今の戸籍って例えば引っ越し後の情報だったり転籍後の情報だったりあるいはあ今の妻と結婚した後の情報しか出てないのでそれ以前に 結婚していたかそれへんに子供がいたかってことは載ってないわけですだからそれを古い戸籍までずっと追ってってもっと生まれるまで遡るんですよそうするともう戦争前の戸籍とかまで取んなければいけないのでもう本当に あのなんか達筆で書いてあるような読めないようなそういう戸籍まで集めていかなければいけないそうすると戸籍をどんどん折っていくんですよってなかなかできないのでじゃあもう全部任せますわなんてなるわけですねでその戸籍を折っていくでもう本当に昔の戸籍なんて法律的に難しいというよりはまず字が読めませんからねもう達筆で書いてあってでもう続け字みたいな総称みたいなんで書いてある。で私最初実務出た時に もう事務所にお世話になったんですが、まあ、そこでは本当にこう高齢の所長が仕事してて所長のとこに戸籍持っていくとすらすら全部読めるので、まあ、これは最初慣れだなというふうに思ったんですけれどもね。特にまあそういうい籍まで相続人が特定できたからといって今度は例えば遺産分割表記を作ったりあるいは。 えー、遺言書なんかをチェックしたりしてじゃあこれで B 3名義にすることができますよってでってやっと申請できるんですだから意外となかなか難しいので登記、えー、申請に関してはお客さんから不、えー、司法書士に依頼があって、まあ、司法書士から登記申請をしていくぞなんて形になるわけです。まあ、これが不動産登記の仕事、まあ 簡単な登記もななもくはないです例えばローン完済した後の低等権抹消登記などについては一、まあ、人で申請できる一、まあ、人でっていうか、まあ、お客さんが自分の力で申請できたりすることもありますからもう自分でやったようなんて方もいると思いますただあれが基準ではないんですねあるいは一番簡単な本当に一番基本的な登記申請で一人でやることもありますでは次ですね、まあ、これが不動産登記の仕事って形になりますで次に今度は 下の方の段落に行って、こちらですね、商業登記。商業登記の仕事もあります。商業登記の仕事もあります。ブレーキスルテキストの三ページ目ですね。商業登記の仕事があります。これ何かっていうと、その次に書いてありますが、会社の事業内容や資本金の額、あるいは、えー 役員ですねこういうものについて、えー、登記をされてるのがまあ、いわゆる商業登記簿会社の登記簿といった形になっているわけです <laughs> これどういうことかというと 例えば、レックも会社ですが、会社っていうのは、法務局にやっぱり登記をしておかなければいけないんです。だから、会社を設立するってことは、設立登記をしていくって形になるんですね。会社の設立を登記しておかなければ、会社を作ることはできません。で、さらに、設立登記をして終わりじゃないんです。会社の情報が変わった、そこに書いてある通り、り、えー、例えば、資本金が増資で変わりましたよとか、役員が変わりましたよって時には、リアルタイムで、 登記を申請してて変えいいいいかないといけなとけんですでこれも登記所にいる、まあ、法務局にいる登記官がああそこの会社役員変わったなとかあそこの会社資本金変わったななんていうふうにもうチェックをして登記を勝手に書き換えてくれてるわけではなくて登記申請をしてうちの会社役員変わったので役員を変えてください資本金が変わったので資本金変えてください。 登記を申請してて初めて書き換わるんですねこの登記を申請する仕事が司法書士の仕事といった形になります。で,なんで商業登記というものが存在するのかというと、まあ、不動産登記は誰のものか明らかにすると自分のものだって対抗できるように登記をしていくって話をしましたが、まあ、商業登記に関しては簡単に言うと取引相手のため取引相手のためのインフラという意味合いが強いです。 取引相手ののためのインフラ、例えば皆さんがレックと取引しよう、まあ、レックに口座を申し込もうっていうことであれば窓口で申し込むと思いますが例えばレックに融資をしようとかレックと何か大きな取引をしようと思った時にこのレックってどんな会社だろうか公的にに調べるるインフラがやっぱり必要になるわけです。例えばこの人はレックの代表取締役だって言ってるけれども本当にレックの社長なんだろうかとかレックって本当に資本金あるんだろうか。 なんて時に調べる手段がやっぱり必要なんですよ先生それってホームページとか見ればいいんじゃないですかホームページにはその会社のいいことしか書いてないですよねで見たところでうち資本金少ないですなんて正直に書いてあることはまずないと思います資本金少なければ載せませんつまりホームページに何を載せるかっていうのは会社が自由に自分の会社の売りを載せればいいですよね だから本当にマイナスな情報が資本金が少ないですよとか載ってるとは限りませんだから公的にに信憑性のあるインフラが必要になりますこれが商業登記なんですよ。ってことは取引相手があの会社どんな会社だろうかと調べられるようにしておくために法務局に商業登記簿を設けて「すいませんあの会社の登記事項を証明書ください」って言うとその登記簿をまあ 登記録をプリントアウトした登記事項証明書をくれてあこの会社だこういう会社かチェックできるようになってるわけです。で資本金は必ず登記しておかなければいけないですからその会社の資本金を調べたければ法務局に行って登記を調べれば資本金は必ずわかります。 こういういインフラが商業登記なんですねってことはこの商業登記はインフラとしてリアルタイムの情報が載ってなければいけませんから会社の登登記記すすべき情報がが変われば当然登記申請が必要になります役員が変われば役員変更登記の申請が必要になるし資本金が変われば資本金の変更登記が必要になるよという形になるわけですね。 これもなかなか難しいですし多くの会社は自分で申請できませんから司法書士が依頼を受けて申請する形になります。で皆さんがイメージとしていやでも先生多くの会社って法務部があってそこに登記できるなんかすごいプロがいて申請するんじゃないですかまあ確かにそれは一理あるかもしれませんが日本の95%以上の会社は中小企業です。お父さんが一人で社長やってますみたいな会社で役員が 任期が来ましたなんてことも普通わからないんですね取締役は2年に1度原則任期が来ますけども任期が来たら次の役員に変えなければいけないで役員変更登記の申請も必要になりますそうするとですね任期が来たらあまた私が 取り締め役になりますみたいに同じ人が何回もなっていくのが町工場とか中小企業なんかの特徴ではありますがでも法律を任期きたら同じ人でもいいから次の人をまた選,ばん,で選んでいって登記を申請しななけければいけないんですねで小さな会社はもちろんお父さん一人で社長をやってるだけですから法務部なんかもありません役員が任期きたことも知りません。 だから大抵司法書士がコンピューターで管理してあげてあ,あそこの会社、今年任期だなじゃあ連絡してあげようなんて形ですいません、社長今年任期なんで役員変更しなければいけませんあそうか、なんて初めて気づくと。でじゃあ うちでまたお願いしますねなんて形で書類作ってあげて役員の変更登記をしてあげるみたいな形になりますねだから実際にはお客さんから変更があったんで登記してくださいっていうよりはもう本当に中小企業の顧問的な役割で今年任期だから変更しなければいけませんよとか増資をする時にはこうやりますよアドバイスのところからしていくとおいった形になるわけです <laughs> よろしいでしょうか でこのように登記申請っていうのは本来であれば自分で申請すればいいんです不動産登記にしても商業登記にしてもそれを代理でやってあげますよっていう代理業なんですねで「私業」「侍業」って書いて「私業」ですが何とかしこれみんな代理業です何だ代理かやと思うかもしれませんがみんな代理業です弁護士だって訴訟って一人でできるんですよ本人訴訟でも自分じゃうまくいかないから代理で訴訟してあげるとか あるいは税理士さんもそうですよね税理士も本当は一人で確定申告すればいいんですが大きな会社なんかの場合にはもう税理士さんに任せようってなるしもう事業というのは基本的に代理業なんですねですからお客さんが自分で本来は申請できることを代理でやってあげますよえこんな仕事になっていくわけですさあこれが司法書士の一大業務である当期の仕事といった形になりますでは次のページ4ページのところに行ってください 四ページのところに行くと今度は訴訟業務というふうに書いてあります訴訟業務というふうに書いてありますねこの訴訟業務まあ訴訟の業務ですで、こちら訴訟業務といった形になりますがこの訴訟業務に関しては簡易裁判所の民事裁判において弁護士と同様 法廷に立つこととが可能ににになりりまましたいいうふうふ書いてあります法廷に立って弁護士と同じように異議ありというふうにすることができるんですおなんと弁護士とんなくていいのか司法試験受かんなくていいのかこれはいいぞ司法書士に受かれば訴訟ができるんだっていうふうに思うかもしれませんがあんまりこれは期待しすぎないほうがいいですいくつかまあ,あの限定お話をしますまず これは司法書士の業務ではありません司法書士の業務ではありませんじゃあ何の業務かというと認定司法書士の業務認定司法書士の業務です認定司法書士の業務認定司法書士ですね 認定された司法書士です認定された司法書士法務大臣に認定された司法書士って意味ですねこれどういうことかというと皆さんがこのクラスで勉強して司法書士試験に合格すると司法書士になりますでその後に認定考査というのをクリアすると認定司法書士になりますだからこの認定司法書士は通常の司法書士試験に受かった後に 認定講座を受けて認定司法書士になる必要があるんだで認定を受けるとこの訴訟業務ができるようになるんだということですだから多くの方は司法書士に合格してで研修に行ってその年に認定考査を受けるのが普通です何年か経ってから忙しいから受けようとか思ってるとだんだん司法書士試験で勉強したことも忘れて受かりにくくなります一番難しいのはこの司法書士の試験ですからその司法書士試験をクリアした 頭のいい知識がいっぱいあるそれを忘れてない状態ですぐに認定の試験を受けた方がいいんですねだんだん受かりにくくなりますやっぱり民事訴訟とかせっかく勉強したのに忘れてもう一度ゼロから勉強しなければいけなくなりますからやっぱりこの認定の考察も早めに受けましょうって形になりますで、司法書士の試験は合格率5%程度ですがまあ、この認定の方は もう六十パーセント、七十パーセントとかあ受かる試験になりますから、まあ通常勉強していれば受かる試験だよって形になります。ただ司法書士試験に合格した人が受ける中での七十パーセントですから、それなりに難しいですよね。ただなぜ三十パーセントの人受からないかっていうと、もちろんもう一生懸命やった方もいるんですが、基本的にこんだけ難しい試験を合格した後に 勉強しなくなっちゃうんです。でも合格して研修行って同期の仲間ができて宴会開いて酒飲んでるとこういう状態で受からないんですよ。だからもう認定講座は勉強すれば受かります。でも勉強できる環境じゃないんですよ。研修が楽しいし有意義でということでまあ勉強すれば受かるんで勉強してくださいというといやなんかね。<laughs> 直前期になってもまだ手がついてないんですよみたいな相談が私のとこにもあります私に言ったって何もしてあげられませんが司法書士試験を教えてますからねですけれども、まあ、そういう相談が私のとこ来るぐらいですから本当に合格した後にやっぱりこう弾けちゃって勉強しない方が多いということは言えると思いますでこの認定司法書士が行うこの訴訟業務なんですが一つがこれ 簡易裁判所でしか行うことができません裁判所は最高裁高等裁判所地方裁判所その下に簡易裁判所があるありますがその一番下っ端の簡易裁判所でしか訴訟することができないということになりますだから簡易裁判所から例えば控訴提起されて地裁に行きましたと言ったらもう、えー、この訴訟の仕事はできませんあくまでも簡易裁判所のみなんだって形になりますただ 簡易裁判所だからといってそんなに不利益があるかとそうではなくて日本に480ぐらい裁判所がある中の438が簡易裁判所ですから、まあ、ほととんどの裁判所でで代理すすることができますで日本の裁判所っていうのは3回争うことができる三審制ってやつを取ってますが第一審で負けてじゃ控訴だって2ラウンドを始めることができるでさらに負けると3ラウンドを始めることができるってことで関西で 一審で地方裁判所で2審で高等裁判所で3審って形で3回争うことができるんですが、まあ、大体日本の裁判所は上に行ったってひっくり返らないことが多いですから1審で解決したら控訴って形で上2審を始めないで終わるってことがやっぱり多いですねだから関西で面倒を見てあげたら肩がつきましたってことはやっぱり多いですだから関西しかできないからといって、まあ、そんなに不利益はありませんで こちら民事事件しかできませんから例えば皆さんがちょっと冤罪をどうにかしてあげなきゃとか刑事弁護をしてあげなきゃって時には司法書士の力ではどうにかなりませんそれはもう弁護士とんないといけないですねあくまでもお金を貸したのに返してくれないとかそういう民事訴訟限定です刑事訴訟の弁護はできませんからあくまで民事訴訟を限定だと押さえてくださいでここには書いてないんですけど一番のネックは 簡易裁判所でしかできないんですが。総額争う額。上限。140万円ってことです。だから大きな訴訟は司法書士できません。上限140万が限度です。 140万まででの訴訟しかできないだから会社同士のトラブルで何億円貸したのに返してくれないとか不法行為であの会社に何億円訴えてやるとかそういうのは司法書士の仕事ではないですねあくまでも140万超えない訴訟に関して簡易裁判所で民事裁判ができるということにすぎないわけです。よろしいでしょうか。 だから実際にはこの140万超えない民事トラブルですから大家さんが資金返してくれないけど訴えたいとかこういうケースが多いかなと思いますあとは皆さん聞いたことありますか過払い金訴訟払い過ぎた利息を取り戻しますうちの司法書士任せてくださいみたいなラジオ CM とかが流れたりしますよねですからそういう仕事ですよただこの過払い金訴訟っていうのは昔は 払いすぎたりそこを取り戻しますなんて形でもう本当に過払い金バブルなんて言ってもう司法書士がその仕事だけでもう何億の売上を上げた個人一人で何億も売上げ上げたって司法書士がいたぐらいなんですよ。でも皆さんはもうそれは期待しないでください。過払い金ブームは終わってます。だって多くの人が払いすぎたりそこを取り戻してます。 だから本当にこれはもうごく一部の残されたパイだけの仕事ですから過払い金訴訟でもうどうにか生計立てるぞっていう考えは今は取れないと思ってくださいだから最初に言った通りあんまりこの訴訟業務は皆さんは私個人的には当てにしない方がいいと思います裁判やりたいんで裁判やりたいんでそしたら弁護士とった方がいいですよですからこの訴訟業務をそんなに生活の中心にするっていうよりは例えば登記やりながら例えば 私の受験生で合格した方も結構今こんな業務やってますよなんて報告をしてくれますが例えば相続登記の中で争いになったから訴訟に発展してそのまま代理人やってあげてるとかそんな形で最後に訴訟までできますからねっていう,こう,いう安心感で持ってるとで最後にこう訴訟になっちゃったケースが何件かありましたみたいなことはありましたけれども基本的にじゃあうち訴訟やってますからねってお客さんに来てもらうのではなく登記やりながらあ何なら最後にもう 遠期まであ訴訟までやってあげますよみたいなまあこんな感じになるかなというふうに思います。では次行きましょうか。で次が５ページに書いてありますがこちらがですねえっ、ー、と貢献業務成年貢献業務って形になります。でこれもまた本当に多く仕事が求められています成年貢献業務ですね。でこれはどういう仕事かという話になりますがまあ気楽に聞いておけばいいですが。 例えば認知症になっちゃったお年寄りの方が自分では契約などを結ぶことができませんからそのサポートをしてあげるつまり貢献人という仕事に貢献人というそういう立場に立って法律的なな監督ををししててああげげるる代理をしてあげるそういうい仕事なんですね本人がもう認知症になってなかなか能力がないですからじゃ代わりに契約を私が結んであげましょうとかこういう仕事になります。 でそうするとですねこの成年後齢の仕事っていうのは実際にあの介護の人とかが面倒を見たりはします。ただ具体的にその日常をくっついて面倒を見るっていうよりはそういう介護の方も含めた総監督みたいなイメージを持つとわかりやすいかなと思います。じゃあお小遣い渡しとくんで渡してあげてくださいねとかこんな形になりますね。ですからそういう形で、えー、お年寄りなんかの面倒を見ようみたいなあの物理的に介護するっていうよりは監督しようその法律の面から サポートしてあげようと。こういう形になります。財産を管理してあげたりとか、結べない契約を結んであげたりとか、預貯金を管理してあげたりとか。で場合によってはお小遣いを渡して、で今月はこれで、えー、まあ、お小遣い使ってくださいねなんていうふうに渡したりとか、まあ、こんな形のまあ、貢献業務といった形になります。でこの貢献業務は人が足りません。もう本当に今人が足りません。だから皆さんがやりたいと思えばいくらでもできます。 ただいくらでもできますっったって本当に結構きつい時はきついのでいくらでもできるからといっていたくさんやるとやっぱりあの仕事が大変になりますね。で例えばもう何件か、まあ、5人ぐらい、えー、貢献抱えてますよっていう先生もいますがやっぱり1人2人でも大変ですって方はいます。でこれは本当にその個人個人の合う合わないは結構あります。 例えば貢献業務が本当にやりたくて福祉の仕事をやっていてやりたくなったから使用を目指しましたって方も結構いるしいやそれはちょっと俺には無理だなっていう方もいますだからこれはもう人を見る仕事というか合う合わないはある仕事かなというふうに思いますその上でさらにその貢献する本人ですねその方がどういう方かによってやっぱり仕事の難易度って変わってきます例えば私も合格者の方から聞いたんですがもう愚痴ですよ今本当先生大変なんです でもう本人からもう小遣いくれ「小遣いくれ小遣いくれ」ってもう1時間に1度は電話かかってきてもう仕事になりませんとですから本人がどういう人かどういう関わりを持つかってことも結構やっぱりもうこれはその人その人でやっぱり大変さは違ってくるかなというふうに思いますね。でそのの方方はは認知知症ででなくあの知的障害の方を面倒見てたんですがやっぱりこう 何回も何回も連絡来たりでお小遣いくれないっていうのはもうケチだとか言って何かいろいろ言われたりとかいうことでもう何か本当につらいですみたいなた形もあったので、まあ、これは合う合うううわなないいいはあるかなというふうに思いますもう一つ言うと業務とかに比べてやっぱり報酬安いですだからもうやってる方についても好きでやってる方もいるしあとは。 あの社会貢献のつもりで登記業務などを中心にやりながらもう貢献も少しやってあげるという先生もいますねだからまあそういうところはあるかなというふうに思いますでは次に行ってください今度は6ページで6ページのところでもいろいろ書いてありますがまず頭のところで遺言の仕事ですね 遺言や相続に関する業務ってことで、まあ、今遺言作っていこうみたいな話もよく出てきますから遺言がないと、えーまあ、亡くなった後に相続争いがたくさん出てきますから遺言作っときましょうみたいなことで遺言を一緒に作ってあげる遺言作るって結構大変なんですよ例えば遺言書を作るなんてなんかビデオかなんか用意してビデオメッセージ「兄弟よ」 子供たちよとか言って入れればいいじゃないかと思うかもしれませんが、これは遺言としての効力は全くありません。紙に書かないとダメだし、書き方も決まってるんですね。で、書いていい内容も決まってるんです。だからこういうのはなかなか自分では作れないので、司法書士と一緒に例えば交渉役場に行って公正証書遺言を作りましょうとか、まあそんな形のケアをしてあげるなんて形になります。で、あの私の知っている司法書士の先生はあの病院で 遺言を作りたいということで遺言を作る手伝いをしたらその方がですね病院に入院しているいろんな患者に「私遺言作ったよね」って言って、まあ、その病院の人たちがみんなその先生に依頼して作ったっていう話でも非常に多く、えー、依頼されたって話をしておりましたけれども、まあ、こういうい遺言の仕事なんかもありますでそれからその下に書いてありますが企業法務だとか障害業務なんかもありますからもう本当に幅広く仕事を行うことができるかなというふうに思います。 まあ、障害業務っていうのは外国の方が、まあ、日本で、えー、暮らしたりしてますから外国の方が会社を作ったりあるいはその外国の方に不動産があ例えば移転したりするので登記をしてあげたりとかああいった形の仕事をするよという形になります。でこの障害業務やるときにはやっぱり語学が強いといいですよね。 例えば英語ができるからちょっと英語の契約書を作ることができるよとか英語のですね戸籍が読めるよとかまあそういうことがあるかなと思います。でまあ 韓国の方も結構日本にいたりしますから、その韓国の方の不動産の例えば相続登記なんかを結構している司法書士の先生なんかもいますね。えもちろんそれはハングルとかが読めないとできないので、そのハングルなんか本当に得意で本当にもうもう合格学,学者になってもいいじゃないかみたいな人、司法書士になってそれでもうそういう仕事相手に引き受けてますよみたいな人もいます。あるいはあの合格者の方で、あの。 まあ群馬県の方にブラジル人がたくさん住んでいる町があってもう本当にブラジルの言葉がしゃべれるのでその信頼を一手に受けて全部登記してあげてると全部面倒見てあげてるとそういう視聴者の先生もいました、はい、いましたとか今,今いるんですがあの今こういう仕事してますよなんて形で、えー、おっしゃってくれましたですからそういうのもやっぱり強いですよね。 でここで言えるのは司法書士にこれから皆さんなろうとするときに今何か得意なことがあればそれ結構活かせると思いますどんなつながりも結構活かせますねで例えば今語学なんかもそうです英語だけじゃないですよ韓国語もそうだしあとは中国語であの中華街の登記をするとか言った方もいるしそれから今のブラジルの方の面倒を見るとかいうこともできるし え本当に語学堪能であればそういう仕事がありよって形になります。で合格者なんかに話を聞いてると本当に今今得意なことが結構つながってきます。 で私の過去の合格者なんかでいうとこれ対談なんかも出てくれてるので YouTube 探すとあると思いますがあの歌手の方もいたんですよ歌手歌う,歌うオペラ歌手で本当に本格的にオペラやっていてイタリアの有名な先生のとこに指示をして留学してで帰ってきて CD も出して「先生これから私このクラスで勉強するんでよろしくお願いします」って CD くれましたけれどもその CD も出していて「で紅白歌合戦の」あの和田アキ子とかが歌う歌うじゃないですか。 え、そのコーラスなんかもやっていたんですね。で、本当にこうオペラの声出せるんでで合格祝賀会で歌ってもらいましたけどであるんですよ。そうすると歌と司法書士なんて絶対つながらないと思うじゃないですか。でもなんか歌う司法書士みたいになって、なんかあの小学校の法律の教育なんかに結構さ引っ張りだ。こになって。じ最後になんか歌を歌うみたいないうことなんですね。で、やっぱりその歌の世界だとなかなか厳しかったらしいんですね。今お金が。 でそんだけ本当にプロだったんですけどやってることはなんか幼稚園に行ってどんぐりころころ歌うとか、まあ、そういう仕事しかなくてなかなか生活が厳しいと。で子供もできたのでじゃあちょっとしおしおし本格的にやろうかってことで、えー、来てくれて、まあ、2回でよかったのかなで今そんな形で本当にもういろんなとこに引っ張りだこでやってくれてるわけですね。であとは今年去年去年合格した方はあの、まあ、野生動物の何かそういうケアなんかをしていてでこの。 司法書士の仕事とその猫が好きでその野生動物のなんかこう保護をしていくという仕事これが私もどうやってつながるのかなと思ったらなんかペット信託とかそういう形で法律を使って野生動物の保護をしていこうみたいな、まあ、そういう形で頑張っていこうって言ってくれてましたから本当に色々いろいろ行きます。 で特にこの法書士はそういう陶器不動産登記だとか商業登記だとか幅広いので得意分野が本当に生かせるんですよですからそのニッチなことでいいのでそのニッチなこととつなげてもらえれば自分だけのオリジナルな事務所なんかも作ることができて結構やっぱり多くの司法書士は自由にやってますね。 で例えば、司法書士もやりたいんだけれども喫茶店もやりたいみたいな方がいて喫茶店やりながら司法書士やってるとかそういう方もいますから本当にもう好きなように仕事ができるかな自由業の良さという形はしますよねではこれぐらいにしておいてそのような司法書士の試験どうやったら合格できるのかというのを7ページのところからちょっと確認をしていきたいと思いますでまず司法書士の試験の特徴というのがこれです実務家登用試験 実務科になるための試験なんだ実務科になるための試験なんだで、試験っていうのは教養的な試験と実務科的な試験があります使用書士は教養的な試験ではなく実務科的な試験ってことですね教養的な試験ではなく実務的な試験だってこと どういうことかというと実務で必要なことを聞いてくるんですこの試験にクリアすれば実務出ていいんですよまあ一種研修なんかもありますが本当にちょっとした研修ですからその研修をクリアすると実務に参加できるんですだからこれが実務化登用試験という意味ですねで反対言葉は教養試験ですで教養試験というのはどういう試験かというと教養があるかどうかを聞くだから大学入試みたいな試験です あの皆さん大学入試って法学部入る時だって法律聞いいいてこななじゃないですか国語とか数学とか世界史とかそういうの聞いてきてこれから皆さんは大学で法律学ぶんですよ基礎的な教養ありますか論理的思考力ありますかっていうふうにこれから勉強に耐えられますかって聞いてくるのが教養的な試験なんです。 だからこの教養的な試験というのは論理的思考力とか基礎学力とかそういうのを聞いてくるんですが実務化登用試験というのはこれから勉強を待ってますから耐えられますかではなくこれから実務ででいいですよっていう試験なんですね例えば運転免許証の試験がそうですよね運転免許証って免許取れば運転していいじゃないですかだから運転ができる能力を全部聞いてきてあ,あんた運転できるからやってよっていう試験なんですね。司法書士もそうです あんたはもう実務できるからやってよそういう試験なんですだから実務で必要なことを全部聞いてくるんですよだからそのことから二つ言えます一つは司法書士の試験は今言っている範囲が広いですから司法書士の試験も範囲が広いです業務範囲が広い分それを実務出たらやっていいんですよ もうそれ以降に認定試験以降,以降に何か免許とかいらないですから司法書士の試験に受かったら実務やっていいってことは実務に耐えられる知識があるかどうかを全部聞いてくるので範囲が広いってこと。もう一つは正確な知識が要求されるってことです教養的な試験は論理的思考力とかそういうのを聞いてきますが知識よりはもちろん大学入試なんかで私立の あの大学の社会なんかはふるい落とすために細かい知識を聞いてくることは多いですがまあ一般的に教養的な試験っていうのは論理的思考力とか基礎学力を聞いてきますけど実務課登用試験は正確な知識を聞いてきます例えば「この書類に印鑑証明書いりますか?」なんんででそんな細かいことまで聞くんだよってことになりますが実際に実務出てお客さんに「印鑑証明書がいりますから」って言えないといけないんです。 でこれは何ヶ月以内に申し立てなければいけませんか3ヶ月以内ですよ相続放棄は3ヶ月以内にしなければいけませんよ3ヶ月っていう数字が試験でで聞かれるんです実務出て3ヶ月っていうのが分からずにすいませんあの時期過ぎちゃったんで申し訳ないですなんてなったらお客さんに目も当てられませんよだから試験の段階で知識聞いてくるんですよ正確なでこれが共有的な試験であれば なるべく早期にやった方がいいで済むかもしれませんがそれじゃ済まないんです実務できないからだからこの試験は正確な知識が要求されるんだだからこれから皆さんが勉強するときに必要なのはやっぱり正確なな知識なんです本試験の現場で思い出せるような正確な知識を身につけていくそのためには講義でやったことを何回も繰り返して復習してもらって言われなくても思い出せるそういうふうな状態まで持っていかないといけないわけです ちょっと勉強法の話なんかもそういう観点から見ていくことにしましょうでは8ページの方に行ってください8ページ9ページのところにまあ、司法書士の試験について載っておりますからちょっとこれから皆さんが勉強していく試験というのはどんな試験なのかということをお話をしていきたいと思いますまず画面の方には9ページ出しましたけれども9ページのところ司法書士試験のスケジュールと書いてあってまあ今から7月 7月ですねここのところで試験が行われますがこの7月のところで試験が行われますけれどもこの7月の試験ですねこの7月というのは皆さんは2024年の7月を想定してください。年年の月月ですすにもがが来ますが 先ほどお話した通り範囲が広いですから1年,た1年ぐらい勉強しないとやっぱり試験範囲は終わらないんですねだから2023年の7月ではなく2024年の7月を目指して勉強して形になりますでは2024年のスケジュールをちょっと見ていきますがまずこちら4月ここで受験資格書いてありますがいわゆる受験要項が配布されますで今年はいついつ行いますよと で試験会場はここですよみたいな感じで要項が発表されてでそれからこの5月のところで出願がされますでこれも忘れないように出願しなければいけませんで実際に次7月7月のところで司法書士の本試験が行われますいわゆる筆記試験と呼ばれるものですがこの筆記試験が午前の部が2時間 午後の部が三時間かけて行われる合計五時間の試験といった形になります。それが一日で行われますから、結構な体力勝負といった形になります。で、体力と言いましたが、体の体力だけではありません。頭の持久力、五時間頭考え続けられる持久力が必要です。 だから例えば午後になるともう頭がパンクしてきたともうこれ以上考えられないって状態にならないようにもうしっかり5時間戦える頭の持久力もつけていかなければいけませんので例えば勉強する時にちょっと模擬テストなんか受けてちゃんと本試験と同じような時間で集中できる訓練をしていくとおいったこともこれれから直前期になると要求されますでこの講義は3時間の講義ですから3時間集中して聞く練習するだけで午後の部のこの3時間の まあ集中力が身についたりしますから最初は3時間聞くの大変ですよ今日とかですけれどもだんだん慣れてくると3時間ぐらい頭が続くようになりますからそういう訓練も必要となってくるわけですね。さでこの本試験をもうちょっと詳しく見ていくと午前の部がマークシート午後の部もマークシートと午後は記述式がありますからその試験配分や試験科目なんかをこちら。 八ページの下の図表で確認をしていきたいと思いますが。まず、午前の部はこちらです。二時間かけて、卓一問題が三十五問。卓一問題が三十五問出題されます。で、どの問題も、配点は一緒、一問三点。一問三点かける百、え、一問三点かける三十五問で、午前の部は百五点満点です。 一問三点かける三十五問で百五点満点。で午後の部も、やはり卓一問題が三十五問出題されます。午後の部こちら、卓一問題がやはり三十五問出題されて。こちらも、やはり一問三点かける三十五問。一問三点、三問かける。一問三点かける三十五問で、やはり百五点満点です。ただ。 それだけでは終わりません。午前の部と午後の部の時間を比べてください。午前は2時間、午後は3時間ありますよね。1時間多いんです。1時間多いんです。1時間多い分何が出題されるかって言ったらこちら記述式。記述式が2題出題されます。で、この記述式っていうのは一体どういう試験かっていうと。 例えば行政書士の記述式のように40字で書けとかそういう試験ではなく皆さんが実務出たら不動産登記の申請商業登記の申請をしなければいけませんからその実際に申請書を書く仕事を仕事じゃない申請書を書く試験になってるわけですだからほら実務出て申請書が作れるように試験の段階で聞いてくるわけです 午後の部は卓一が三十五問出題されますから。この三十五問が終わった後の。えー、こちら不動産登記が三十六問目。で、商業登記が三十七問目で出題されます。これは結構面白い問題です。例えば過去問なんか見ていただけるとわかりますが。三十六問目不動産登記。司法書士。 律子のもとにこういうことを説明してくれましたこういう書類を見せてくれましたってことで戸籍やら遺産分割協議書やらいろいろ見せてくれるんですね。でそれを見て皆さんは何がお起こったかを判断してあこれは長男が取得したんだねじゃあ長男名義の登記をしていこうなんて形で申請書を書をいいていくわけですだから単に申請書のひな形を覚えて書ければいいわけではなくそこで判断がやっぱり求められますね。 例えば遺言書が2つあるけれどもどっちを使うのか2つ遺言書があるときには後の遺言が前の遺言を撤回したとみなされて矛盾するときにはこっちの遺言使おうこっちの遺言が効力発生するぞ。民法などの知識をフル動員して何が起こったかこれを判断していかないといけないわけですで、商業登記もそうです商業登記ではそのお客さんの会社にいろんなことが起こりますで、会社の社長がやってきましたで。 えー、社長の言う,言う通り登記をしててあげてくださいで一般的な皆さん商業登記であれば「役員が変わりました私がまた役員やります」なんて言って、えー、A さんから A さんが「住人しました」みたいな登記をして終わりですがこの商業登記の依頼がある会社あのあのなんか。 おいいいいいいでも受けた方ががんんじゃななかっていぐらいいろこことが起こります取締役1人死亡しました1人破産しました1人犯罪を犯しましたみたいな何何何起こってんのこれみたいなそれ全部やっていくともちろんそれ難しい問題にしないと解けちゃいますからねいろんなこと起こるんですよですからもうそういうことが起こった会社について登記申請してあげるとこういうことをやっていくわけですねでそうするとやっぱりこの期日問題っていうのは結構時間かかります 例えば1問1時間ぐらいかかります。ちょっと書いいて終わりじゃないですね。起こったことを全部時系列で把握して何が起こったかを考えて申請書を作ってそれを書くってことで1問1時間かかりますから不動産登記の期律が1時間商業登記の期律が1時間って形で2時間ぐらいかかっちゃうよって形になります。だから当然配点も多くて配点に関しては1問35点 ×2 問で70点という形になりますね。 で今期日問題ってこちらで1時間かかりますよとお話をしましたで商業登記も1時間かかりますよってお話をしました。ってことは3時間しかありませんから一も1時間でで乗り切らななけければいけないんです午前の分の択一っておんなし分量なのにこれ2時間でいけるんですね。2時間取れるんです午後の分の一は 1>, 1時間で行かないといけないこれがこの試験のまあ難しさの一つなんです時間がない時間がない中で問題解かなければいけないだから皆さんはこれはまた直前期とかおいおい勉強が進んでいってからまたお話をしますが午後の分の択一に関してはなんと試験問題的におかしいと思いますが全部の問題読めません あがまる、いがまる、一番正解。次の問題、うとえとを選択肢全部読めないんですよ。もう二つ読んで正解出たら次に行く。これぐらいにしておかないと時間が足らないんです。 もう本当に合格者のものです時間が足んない問題は作る方がおかしいと思うんですがそういう現状がある以上それをどうやって解くかを考えなければいけないのが現状ですよねもちろんそれは問題としておかしいですよっていうのは言うのは簡単ですがただそれを受からなければいけないのでそういう現状がありきそれをどう解くかってことをテクニック的に考えていかなければいけないだから私もテクニックなんかの本も書いてますしそういうのもお話をしていきますからこの選択肢とこの選択肢読んでもう正解が出たから次行こうみたいな。 そういう判断なんかもまたお話はしていきますただそれはまた後でお話をしますが一つ言えるのがどうやったら早くなるか速読とかやる必要ないですよ一番大事なのはやっぱりちゃんと勉強すること正確な知識があれば迷っている時間が減るんですで正確な知識があると早く判断できるんです例えば皆さんが難しいなって思うものって時間かかるじゃないですか 大学入試の英語の長文とか、この単語なんだっけこの単語なんだっけこれ福祉だっけとかやってると時間かかりますよね。でも小学校一年生の国語の教科書って、多分見た瞬間一ページぐらい読めますよね。簡単だからですよ。ってことは、試験問題難しいんですけど、簡単だとは思えなくても、まあこれ判断できるよねっていうふうにレベルを上げていけば、結構スラスラいけるんです。迷っている時間、悩んでいる時間がもったいないですね。 だからもちろんテクニックはありますけどちゃんと勉強して正確な知識を身につけて思い出せる時間を短くすればやっぱり早く進めるんですよだから今できることはちゃんと勉強すること正確な知識をつけることですでもちろんそれプラステクニックが必要ですがそれはまたあとでお話をしますからとにかく今は正確な知識をちゃんと勉強して身につけることこれをしてくださいということでえ午前が、えー、105点午後も105点で、えー、期日が 見えないですね。えー、午前が三えっ、ー、と百五点で午後も百五点、それから期日が七十点ですから合計二百八十点満点とおいった形になります。二百八十点の勝負、これが司法書士の試験だと。では九ページに戻ってください。さあこの七月の試験が終われば九月のところで。 7月の試験が終われば9月のところで合格発表がありますこの合格発表これで5%に絞られます筆記試験で5%前後に絞られてその例えば100人いたら5人だけが合格できるよって形になりますその5%の人だけがこちら口実試験を受けることができます大体合格発表から2週間後にすぐに試験です 9月の終わりに筆記試験の合格発表があってでそこから2週間ぐらいすると後日の試験があります先生口日の試験についても対策した方がいいんですかいりませんいりません私が、まあ、合格発表の後にアドバイスするとすればちゃんと行きなさいということです。なぜかというと落ちる人はいないから落ちる人はいないから 600人人受受けたら600人受かりますだからこの対策はいりません行けば受かりますで行けば受かる理由なんですけど一つがだって各部屋でで問題違うんですよこれ口実試験っていうのは面接型の試験で例えば受験生が東京のある会場に集まって一人一人呼ばれていろんな部屋に呼ばれてもう同時並行でいくつかの部屋で進めていきます。 あるいは他の法務局でも、他の試験会場でも、大阪とかでも進めていきます。福岡とか。ですから何か所かで試験を行って、でそれで結果を出すわけですが、部屋によって問題違うんですよ。法務省から試験官に出てる指示っていうのは、今年はこの分野を聞いてくださいって指示なんですね。その中でど,どんな問題作るかは試験官によって違うんです。違う問題を受験生が答えている以上合否出せないですよね。 結構難しいこと聞いてくるんですこの時何を添付しますか何だったかなみたいなそうすると私もそうなんですがこれ落ちたかなと思うんですで、受験生の方でもよく言われるんですよすいません僕日本で一番最初に不合格になるかもしれません私も思ってました私なんかまあ、遅刻しないで行けって言いながら遅刻しちゃったしあの まあ当時はまだゆる,ゆるかったので大丈夫だったんですがでそれで行ったら周りみんなスーツ着てるんですよ。で「スーツ着ろ」とか試験案内に書いてないんですね、まあ、当たり前にみんな着ていくんでしょうけど私大学生だったのでなんか T シャツかなんか着てって行ったらなんか浮いてるんですよ。ななんじゃないこれと思ってで受験してみたら私勉強時が短かったせいもあってほとんど忘れてるんですね。で夏なんかも遊んでましたからもう浮かれてもう試験終わってもう本当に。 嬉しかったですね。で、ずっと遊んでてもう全部忘れて、もう全部答えられないんです。わかりません。わかりません。で、それでも受かりましたから、この口実に関しては基本的に落ちません。安心してください。で、日本で最初に落ちるかもと言いましたが、みんな受かります。ただ、あの、どうしても落ちるケースがあって、それはいかなかったケースです。 でこれは例えばか過去でも何人かいてちょっと出産と重なっちゃったとか女性の方で,でそれから、えー、去年か一昨年かなんかは新潟の大雪でもう外出しないでくださいって日に試験があったんですよですから行けなかったという方で受験できなかった方はいますでもそういう方は一つ安心できるのがこの後日は来年ままで持ち越せますだから今年行かなくても筆記試験の合格は1年持ち,持ち越せるんですよ。 その次の年に口実受ければ OK です。ということでこの筆記試験の合格者と口実の合格者の人数が法,法務省の発表で違う人数のことがあります600人受けたのに601人受かってるみたいな発表があって何で1人増えてんだって話になりますがそれは持ち越しの人が受験して合格したということですね、まあ、こういう形ですこれが口実権ですから口実に関しては安心をしていっていただければ OK です。で 今、問題が違うから受かるでしょって話をしましたがもう一つの根拠は口実試験に行きますよねもうくじ引きで順番に面接みたいなのを受けるんですがその試験会場であの待合室で研修の資料を配られますこれ落ととす気ないと思い思ませんこれから司法書士になるときにはこの研修、新人研修受けてください。配っておいて落とす、そんなひどいことないでしょ。 受からせるから配るんですよねということで後日はまず落ちないと思っていただければ OK ですであとは10月下旬から11月下旬に最終合格発表が行われるといった形になります、まあ、レックなんかでもこのあたりで合格祝賀会などを行いますからまあぜひ皆さんと一緒に盛大にお祝いをしたいというふうに思いますよろしいでしょうか で今280点満点と言いましたがこの280点のうち何点取れば合格できるのか280点のうち何点取れば合格できるのかといった目標えこれを確認をしていきたいというふうに思いますね280点満点ってことは分かったけれどもそのうち何点取ればいいのテキスト次のページ12ペえ10ページの方に進んでみてください。 一番下です。七割五分程度。七割五分程度。例えば。七割五分程度。程度ってなんだよ。毎年違うんですよ。だから、例えば。二百八十点のうち。例えば、二百十点とか。 220点とか230点とか毎年変動しますが、まあ、この辺りがボーダーラインだと思ってくださいこの辺りがボーダーラインだというふうに思ってくださいまあたい7割5分って言ってもぎりぎりだと難しいので8割目指しましょうというのが一応目標ですかね8割得点目指しましょう 8割得点目指しましまょうもちろん、まあ、上位合格であればもう9割10割といきますが、まあ、少なくとも8割取れれば合格ラインかなっていうところです。 え毎年変動するんですかそんなバクチみたいな怪しい試験受けたくないよっていうふうに思う人もいるかもしれませんがむしろ安心してください変動するから安心なんです変動するから安心なんです変動しないとどういうことになるかっていうと例えば一時行政書士の試験でひどいことがあって合格率これあの合格点固定してるんですね 6割取れれば受かりますよって何が起こるかというとすごい難しい問題が出ました合格率2.5%翌年合格率20%同じ試験とは思えないですよね点数を固定するということは問題の難易度によって受かりやすい年と受かりにくい年ができてしまうってこと例えば英検とか漢検とか検定系の試験って多分点数固定してると思います まあししてててないい試試験験もああるると思まますすがっりよね検定試験なんかで関係とか確か9割かけるといいとか決まってると思うんですがそうすると毎年毎回同じような難易度の問題が出るから9割で合格できるよというふうなシステムになってるわけで行政書士のように毎年難易度が変わるのに問題を固定してしまうとやっぱり受かりやすい年とか受かりにくい年ができてしまうわけです。司法書士は安心なんです点数が動くから じゃあ点数が動くとどうして安心かというと次のページを見ていただければと思いますが点数を動かして何がしたいか点数を動かして何がしたいかというと合格率を固定したいんです合格率を固定したいんす。で合格率を固定すると。 ボーダーラインは変動するのわかりますか例えば大学入試なんかと一緒です大学入試でうちの大学のなんとか学部は定員100名ですって言うと上から100人取るわけですよねそうするとあの問題が難しければみんな点数取れないから上から100人取るとボーダーライン下がるんですよで問題簡単であればみんな点数取ってきますからボーダーライン上がるんですよだから人数を固定しているってことは毎年受かりやすさは一緒 で問題が難しければあ難しいから今年受かりにくいわってことはありません難しければみんな取れないのでボーダー内下がるんですで簡単であればボーダー内上がるんですだから問題が簡単な年と難しい年がありますがどの年で受受かかりりりやすいいにくいはありませんでもちろんこの問題は得意だとかそういうことはあるかもしれませんけれども今年は受かりにくい年でしたってことはなくどんな難易度の問題でも同じ人数が受かりますから。 まあそこは安心をしてくださいだからボーダーラインが変わるんです上からもう5%ぐらい取るって決めてるのでその上から5%取ったところの点数が合格点なんですねだから難しければ取れなくていいし簡単であれば取れなければいけないとこういうことなんですでちょっと細かいことを見ていきましょうかこの図表を見ていただけると ボーダーラインが固定していると言っても徐々に上がっていることがわかるかなと思います。昔は2.8%と言っていて本当に固定していたんですが、平成26年から3%超えて、で令和3年だとまあ4%超えております。まあ受験者を分母にすると5%超えています。だから少しずつ合格率が上がってる、少しずつ合格率が上がってるって形になります。 1%2% 変わったからといって受かりやすさ変わらないじゃないかというと受かりやすくなってますやっぱり例えば合格率が60%から61%になったってそんなに受かりやすくありませんでも3%か5%になったら受かりやすいですよね学年で3番に入んなければいけないのか5番に入ればいいんですから頭いい人が3人いたとしてもあと2人余裕があるんですよ。かかななり受かり受やすすくはなってますよねとということで まあ、受かりやすいって,言っ,たって難易度が下がっておりませんから勉強量はそんなに昔と変わりがありませんただ昔2%台の時は勉強できたとしてもちょっと運の要素あったんです枠が小さすぎて勉強できる人が3%ぐらいいる中の2%だったりするとやっぱり実力があっても順番待ちで落ちてしまうくじ引きで落ちてしまって要素があったんですが、まあ、今5%ぐらい取るとやっぱり実力あれば受かる。 昔から求められる実力はそんなに変わってないんだけれども実力の中でのくじ引きみたいな世界から実力があれば受かるって世界にはなってますから、まあ、実力をちゃんとつけていけばちょっと博打の要素は昔よりは少ないといった形になっております。じゃあなんで合格率が少しずつ上がってるのかというとこちら見てください。 受験者が残念ながら減ってるんです。受験者が残念ながら減ってるんです。下から上に行けば行くほど減ってます。ただここ2年増えました。令和3年令和元年と増えました。令和元年載ってないですけど、令和2年令和さ令和3年令和元年,年と増えましたから、少しは増加傾向かもしれません。ただまあまあ全体的に見るとだいぶ減ってます。 で次に合格者見てください合格率が少し増えているということは人数が減ってるけれども合格者の減少度が少ないつまり合格者をそんなに減らしてないってことなんですねだから合格率が少し上がってるんですよ司法書士ってやっぱり必要な仕事で実務課忙しいんですさっき言った成年後見の仕事もそうですが足りてないんですよだから 足りてないんだけれどもあんまり簡単に受からせると質が低下してしまいますからそのせめぎ合いでしょうね600人は下回らせたくない600人は下回らせたくないってなるともうあの受験者が減ったとしてもやっぱり600人受からせるんですよそうすると最低それぐらいは実務が必要ですからじゃあ5%受からせよっかってなっちゃうんですねということで 受験者が減ってる分合格率が上がっているといった評価ができるかなと思います。という細かな分析をしましたが全体的に見れば合格率を固定しているためにボーダーラインは変動するんだだから毎年受かりやすい年受かりにくい年はありませんから安心して受験してください難しければ点数低くても受かりますから。 では前のページ10ページに戻っていただきたいと思いますが合計で8割取れてれば必ず受かるかってそうではなく試験のシステムがちょっと難しいのでそのシステムを理解をしてください。3段階選抜というかそんな形になっているんですね。でまずどういうういいことかいうとととかつ目午午前の部ののの部部の一一後で 基準点最低点というのをクリアしてなければそもそも合格できないんです期日の採点してもらえませんでさらに今度は期日を採点してもらって期日の最低点をクリアしてなければやっぱり基準点を、えー、で下回ってしまって不合格です。で全部のの基基準準点、3つの基準点つですね 午午前の卓一午後の卓一一後期日この3つの基準点をクリアすることで初めて総合点の勝負になってこのその全部を上回った人の中から上位600名程度が受かるそれが合格者といった形になってるわけですあのだから部分部分のハードルをクリアした上で全体勝負ってこと部分部分のハードルをクリアした上で全体勝負 の基準点午後の択一の基準点,、えー、基準点それから期日の基準点この3つのハードルをクリアした上で上から600人取るよって形になります。よろしいでしょうかだから例えば卓一だけでで点取れるんですよそうすると例えば合格点が210点の年は 合格点が210点の年はじゃあ卓一満点だったら期日0点でも受かるかったらダメ期日の基準点クリアできないからですで全部の基準点クリアした上で合計点勝負って形になりますだからどっかのハードルをクリアしなかったらそれだけで不合格なんです部分部分のハードルをクリアした上で全体的な点数勝負だから 苦手な分野があったらダメっていうか、午前卓一が点数取れませんでしたとか、午後卓一が点数取れませんでしたとか、そういう部分で苦手なところで点数取れなければ、それだけが致命傷になっちゃいかねないんですね。だから、司法書士の試験っていうのは、得意分野を伸ばすっていうよりは苦手分野をなくす。こっちの方が大事です。得意分野を伸ばすのではなく、苦手分野をなくす。だから、苦手なところを積極的に勉強していく方がやっぱり受かりますね。 でまあ、例えばの平均的な点数でいうと午前の択一が例えば35問のうち平均的には例えば27問ぐらいこれも毎年変わりますで午後が35問のうち223 22点ですかね、まあ、こんな点数取ってると基準点クリアで、えー、期日が70点のうち35点ぐらい取ってると基準点クリアになります。これを全部クリアした人の中で 上位600人を受からせるんだと言った形になりますだからちゃんと部分の基準点をクリアしていくって形になりますただ皆さんが間違っちゃいけないのはこの基準点って目標点ではありませんこの基準点クリアクリアしたところで合計点届かないんですだからこの基準点を全部クリアした上で えー、例えば30点ぐらいいい取っていくとあの東京マラソンとかでもそうだと思いますがこの地点に何時までに来なければそれ以上走れませんよっていうそういう部分部分のハードルあると思いますがその基準点をぐギリ,ギリクリアする人は優勝できなないいじゃないですかですからそれと同じように基準点はギリギリじゃなくてちゃんとクリアした上えで,で合計点で勝負なんですよ。 で基準点を全部ギリギリクリアすると合計点届かないんです。 だから基準点は目標ではありません、それはクリアしてなければいけない点数ではありますがハードルではありますがそれをギリギリ全部クリアしても合格点には届いておりませんからどこかで上乗せしていく、あるいは全体的に上乗せしていかなければいけないので、えー、その基準点プラス30点ぐらいはどこかで上乗せしていかないといけないおすすめは択一です、択一1問3点ですからもう3点かける10問ぐらい上乗せしていくといえば期日が楽になります。 まあそんな形で押さえていただければいいかなあ,あいうふうに思います。さあこれが司法書士にどうやったら合格できるのか、まあ、司法書士にどうやったら合格できるのかこんなお話の方になっていきました。さあ司法書士の資格の制度それから司法書士の試験のことについてお話をしてきました。で ここからですねこれから皆さんが法律を勉強する時の法律って一体何っていう話を残りの全体構造のところでしていきたいと思います法律って何あるいはそのですね民法って何不動産登記って何そんなお話をしていきたいというふうに思いますでちょっとこちらのですね講義ノートの方で進めていきましょうで、実際の本論編では テキストブレイクスルーテキストを中心にお話をしていきますがこの全体構造のところでは慣れるって意味でちょっと思考回路を身につけてほしいってことでこちらの講義ノートの方を使ってお話をしていきたいと思いますちょっとこれから講義ノートが中心になるかと思いますがそちらの方を出していただいて進めていただければと思います で一ページのところが先ほどお話をしたホームルームのご紹介ですから、ぜひえホームルームの方参加していただいて、えー、いろいろですね悩みとかあそういうものを聞いて、えー、あの言っていただけると思います。勉強法の話だとか情報交換だとかいろいろやっております。でもうすでに秋生の方で一回目の、えー、ホームルームが終わってますから、ぜひ、えー、このあの二次元バーコードかなんかで入ってもらって。 あの聞いていただければこんな雰囲気でやるぞということが分かるかなと思います。2回目は4月9日1か月後ぐらいにやりますからぜひこちらも参加してもらって勉強の話だとかもちろんこの渋谷に通っている方は私に講義後に来ていただいてもいいんですがやっぱりここに参加することによって多くの受験生の情報交換などができますからぜひリアルタイムで参加してもらっていろいろ話を聞いたり参加してもらったりしていただければというふうふに思います。 ちょっとあのリアルタイムで書き込めるのはリアルタイムで見ている方だけですから、えっと、4月9日の6時ぐらいだと思います、また時間は後でお話をしますがぜひ、えー、18時からかなだと思いますからぜひ参加していただければというふうふに思います。あの まあ私にこうやって相談していただければいいんですが多くの人があそこ気をつけてるんだなとかあこういう勉強してるんだなって分かるだけでも結構大きいんですよだからアーカイブもぜひ見ていただいてあそういうふうに勉強するんだとかあみんな本気じゃんなんていうふうに感じてもらえればあ結構勉強が進むかなと思いますからそういう意味でもぜひこれは参加してモチベーションの維持というものを保っていただければあ嬉しいなというふうに思います。では えっと2ページの方をめくってもらうと、ここから法律学習の基礎という風うに書いてありますから、えっ、ー、と時間ですからまあ、10分休憩後、後半のところでは法律学習の基礎のところから始めていきたいという風うに思います。で、3時間の講義ではありますが、間に10分休憩入れます。で、だいたい1時間25分ぐらいで入れるのが中間部分になりますが、ちょっと午前。 前半部分が長かったりとかすることもあるかもしれませんがいつ休憩に入っても必ず10分取りますのでちょっとなんか1時間半になっちゃったから5分しかないんですかとかいうことにはなりませんから、まあ、休憩してから10分後後半の講義が始まりますからそれまでにいろいろ休憩をして戻ってきていただければと思いますででは休憩しましょう休憩憩ししまょうす。 えー、それでは、えー、後半の講義始めていきたいと思います、えーまあ、最初はなかなか講義を聞くというのも大変かと思います、まあ、中学生とか高校生であれば毎日講義を聞いていると思いますけれども、まあ、社会人になってこれから勉強しようというときに、まあ、やっぱりこう3時間の講義を聞くというのも慣れるまでは大変かと思いますからこの全体構造の3回のうちっていうのは、まあ、とりあえず講義に慣れていくということをです、ね、第一目標にしていただければいいかなと思いますで少し少しずつ慣れていただければいいかと思いますね でこの3回の間特にこの春生の場合についてはすぐにこう民法入っていきますからそんなに、えーまあ、お話をすることもないんですけれども、まあ、この間何をしたらいいですかみたいなことが聞かれますけれども、まあ、そんなに急ぐ必要はありませんすぐ講義始まりますからただもしやっとくとすれば勉強の環境づくりですよねでこれから1年勉強するとなるとどこでどういう時間に勉強するのかというのをちょっと想定をしておいてもらいたいんです。 で例えば仕事をして家に帰ってしまうとどうしても寝てしまいますって方は例えば漫画喫茶とかあるいは喫茶店によってちょっとやってから帰ろうって方もいますあるいは電車の中でもう携帯しょしょしょ読むんですがちょっと休校だと混んじゃうから各駅で行こうとかそんな形でこれから1年どういうふうな環境の下で勉強できるのかあるいは家を勉強しやすくするためには改造していくとか。 机を用意するだとかああいった形で勉強できる環境というものをですね本格的な勉強が始まる前に用意していただけるといいかというふうに思います例えば一人暮らしの方でどうしてもテレビ見ちゃうんだよねって方はテレビを押し入れにしまっちゃうとか 家族いる方はなかなか迷惑かもしれませんがそういう形ですよね。で1年間テレビなんか見なくてどうにかなるしそういう方で受かる方は結構います。テレビはもう見てる暇なかったですみたいな。ですからそういう形あるいはスマホをどうしても触ってしまうのであればどうやったら触らないでいけるのかみたいな余計なアプリは削除するとかもうそういうことですよね。SNS なんかは最低限にするとかそんな形でちょっと勉強できる環境というものをですね整えていただければというふうに 思いますす、まあ、それが第一点ですねだから、まあ、すぐに本論的な勉強にもう来週ぐらいから入っていきますから、まあえー、まずはですねしっかり、えー、そんな形で勉強の環境を整えていただければいいかなと思います。あとは、まあ、用意してもらうものについてはまた、えー、お話はしていきますけれども基本的に講義に持ってきてもらうものとして6法ですねあその前に、えー、民法から始まりますがブレイクスルーテキストの講義ノートですねこれを講義の中で 使っていきますから今もこのブレークするテキストと講義ノートで全体構造をやっておりますがこれから民法の本論編に行ったときにも同じでブレークするテキストと講義ノートを使っていきますからこの2つを必ず持ってきてもらうこれはレックから配布されておりますからそれを必ず講義の方に持ってきてもらうといった形になります。で民法は、まあ、全体構造と違って えと何冊にも分かれておりますからまずは民法の1のところから進めていきますからあ2巻目に行く時には次回から2巻目に行きますよ2回後から 2, 2巻目に行きますよみたいなお話はしていきますからそしたら用意してもらうといった形になるかなというふうふに思います。でそれからこの「ブレイクスルーテキスト」と「講義ノート」の方に書き込むペンですよねこれも用意してください。で まず一つが、まあ、赤ペンなどでメモができるような赤ペンとか黒ペンとかボールペンですよねこれを用意してもらうのとあとは民法なんかに行くとブレークするテキストを全部覚えてもらうのではなくここは覚えてくださいここは重要ですってところをチェックしていきますから色を塗る蛍光ペンこれも用意していただければと思います。蛍蛍蛍光光光ペペペンンンににつついいいては何色かあるるととでですすすがが中心に使う蛍光ペン大事なところをチェックする蛍光ペンですが あと講義でよく使うのがちょっと要件分けをしますってことで要件の1要件の2要件の3場合分けを色で指定していってここがこんな場合分けになってるぞっていうテキストの構造を分かりやすくする色これが用意できるといいですからあいつもと違う色これも一つ用意してもらうだからまあ何色かあるといいかなと思います表なんかの時に縦軸と横軸で色分けをすることもありますまあ私原則的には色分けっていうのはそんなしませんので重要なところをマークする色っていうのがほとんど 中心ですただ場合によってはその場合分けなんかもしていきますから、まあ、何色かあるといいかなというふうに思いますねそんな形でペンなどを用意してくださいであとは六法ですこれから勉強していくとそのです、ね、六法条文というのを引いていく形になりますこの六法については、まあ、あの法律っていうのはテキストで紙み砕いて説明されておりますが国会を通った時には条文の形になってますね その条文が並んでいるのが6法といった形になりますので、まあ、このような6法を用意していただいてくださいで6法に関しては、まあ、レックの方では用意されておりませんのでちょっと自分で書店で購入する形にはなりますが写ないです、ね、こちらの6法ですねこれを用意してくださいで6法に関してもいろんな6法がありますが私のクラスでおすすめしているのがそれこそ私が監修した あ司法書士合格六法というものになりますからあこの司法書士合格六法2023古いのはだめですよ、新しい方、えー、せっかく買ったのに古かったですみたいな、まあ、この時期だと大丈夫だと思いますが秋頃だと入れ替わる時期で間違って古いの買っちゃいそうますから、えー、司法書士合格六法2023ですね、賛成堂から出ておりますからあこちらの方を購入をしていただければというふうに思います。あとは、えー、とは、ね、復習教材として ここの携帯書紙これも私が書いておりますが講義でお話ししたことをこれで復習してもらうことによって暗記帳といった役割を果たすことができますで多くの合格者もこれを何回も繰り返して合格しておりますからまあこれもですねえ1000円台で買えますからこれを民法の講義までに民法だけでいいですえ買っていただいて復習にしてください。ま,また2000 24なんて形で新しく秋ぐらいに出ますから全部揃えちゃったら新しいに出ました使ってないうちに言って言ったらもったいないじゃないですかですからもう一個一個必要な時に買っていただければいいのでまずは民法のところから購入していただいてこれを復習として使っていただければというふうに思います。でこのの春にについいててはす、まあ、すぐぐ民法が始まりまりで、まあ、それぐらおお話をしておけば 大丈夫かというふうに思いますが、講義のところで講義ノートとブレイクするテキストを使っていきますから、それを用意してください。あとはペン、ボールペンですね。で、それからロップ、携帯資料紙、まあこの辺りをぜひ用意していただければというふうに思います。で、それからですね、まああのまだ本格的に講義が始まるまでにまあ時間があるよっていう方もいると思います。でもちろんこの春節に関しては結構 週4回ペースで最初進んでいきますから初めから忙しいと思います飽き生の方なんかによく言うのが初めはゆっくりペースですからじゃあ今何をやるのか部屋の掃除をしましょうとか今やったら模様替えじゃないですけど、えー、じゅ準備をしましょうとかまあそんな話をしていったりあるいは例えば法務局を見学にしていったりとかであるいはですねう あの裁判所を見ていったりとかいろいろ今のうちにやっておくといいですよなど話をしますけれどもまあ春生の方に関してはもう講義が本格的に始まっていきますから一番やるべきことは勉強の体制を整えて講義をしっかり聞くといったところになりますからまあそんな形でえ進めていただければいいかなというふうに思います。あととは講講義義ノノーーーートトののののペペジジちちょっと後ろにになりますがこら 参考ととなる書書籍いいうふうふに書いてありますから、まあ、ちょっと時間があって本を読もうとかあるいは今のうちにこういうのが読んどいた方がいいかなっていうものがあれば書いてありましたからぜひ参考にしていただければいいかなと思います。49ページの一番最初のところに「法書士試験すぐに結果が出る勉強メソッド」55っていうのがあって、まあ、これが私と、まあ、上位で超上位で合格した合格者の方で勉強法についてまとめた本になりますからこれからどういう勉強していいのかっていう羅針盤これをぜひ、えー、まあ身につけても もらうたためめに、まあ、読んででいいいだければいいかなとおす,す,めですね、えー、もちろん、えー、この講義の中でも勉強法については触れていきますがなかなかもう講義に追われて、えー、勉強法についてはまとまってお話はできませんから是非、まあ、読んおくといいかなと思います。あとは49ページの下の方に、まあ、司法書士を主役にした本、えー、これが、まあ、小説それから漫画みたいなものでありますからちょっと実務の世界を軽く覗いてみたいという方は、まあ、こんな本も見ていただければいいかなというふうに思います。 特にこの漫画も結構よくできていますねで。それから50ページの方もですね「プレップ法学を学ぶ前に」ってことで、まあ、これも読まなくていいですが、まあ、法律を学ぶ前の準備体操として法律用語の説明とか学び方とかもう大学教授の方が書いてくれた本がありますから、まあ、こんなのも参考になるかなと思います。であとはまあ50ページ私の方の紹介がされていてで51ページのところではまあブログとかツイッターとかもやってますからぜひまあ見ていただければいいかなと思います。 で私は講義のところではなるべく講義を進めますやることが多いですので雑談とかはしませんで先生雑談してくれないんですかみたいななんかそのがモチベーション上がりますけどみたいな話をされることもありますが皆さんに願ってるのは受かることなんですよですから講義でどんどん情報は提供して受かってもらいたいのでまあなんか 面白いことを言って時間を潰すみたいなことはしたくありませんから、まあ、もう本当に中身の充実した講義をしていきたいと思っておりますですから、まあ、あんまりです、ね、雑談はしませんがその分あのツイッターなんかで、まあ、日常のこととか書いておりますから、まあ、ふざけた話を知りたいという方はそちらを見ていただければいいかなと思いますあんまりツイッターとかで時間を費やす場合ではありませんが、まあ、一応やっている方は私なんかフォローしていただいて、えー、見ていただければいいのかなと思います。 まあこちらもこちらでなんかふざけたことしか言わないのかみたいなあのクレームが時々つきますけれども、まあ、それはそういう主目的でやっておりますから、まあ、情報提供もしますけれども、えー、まあそういう日常生活的な話を中心にしておりますでは講義のところではだからそういう話は割愛をして本当に受験に必要なことをどんどんお話をしていきますからしっかりついてきていただければという,ふうに思いますねではちょっと戻ってお話をしていきましょう、えー、と講義ノートの1ページに戻ってください えー、法律学習の基礎ってことで、まあ、これから皆さんが勉強を始める法律というのは一体何なのかこんなお話をしていきます皆さんが中学とか高校で英語を勉強しようって時には英語って何だろうかってお話をする前に普通に英語の勉強できると思いますし中学で数学の勉強しようって時には、まあ、算数やってますから数学で 数字なななんでですすよととか言わなくたっていききり始めることができますがま法律って、まあ、法学部にも行ってない限り多くの方にとっては初めての勉強ですよねだから今から勉強する法律の正体のところからお話をしていきたいと思いますこれから勉強する法律というのが一体何なのかという大きな目で分かってなければ細かな民法とか憲法とか勉強してもよく分からないと思いますから法律って何ってところからお話をしていきたいというふうに思います法律って何っていうところからお話をしていきましょうまず「 えと講義ノートの1ページ目1「法律とは何か」法何か「法律とは何か」「法律とは何か」というふうに大冗談で構えても、まあ、なかなか答えが出ませんから似たものと比べる似たものと比べるというのが、まあ、その正体を見破るための一つの手法ですね例題の1「法則と法律の違いを答えよ法則と法律の違いを答えよ法則と法律 これがどう違うかを考えることによって法律というのは何かっていうものを理解をしていきたいと思いますがで法律と法則うん何だろうかというふうに抽象的に考えていても分かりません。 ですからこういう場合には具体例具体化を考えてしまえばいいんですえ勉強の効率を上げるためには抽象と具体の往復運動抽象的にわからなければ具体例を考えるで具体例を覚えるのではなくて抽象化して覚えるみたいにえ具体とと抽象ったり来たりりりできるるようになると勉強がはかどりますだから講義でもまあ、例えば抽象的なもので分かりにくければ具体例出したりで具体的な知識を覚えていくときりがないのでそれを抽象化してつまりまとめるとこういうふうなルールがありますよみたいな形でお話し まずはそういうことで抽象と具体の往復運動ができるようにまずは具体的に考えてみると例えば法則法則例えば万有引力の法則などというものがありますが、まあ、例えば全てのものもは引き合うんだ例えばリンゴが木から落ちて地球に向かうように地球とリンゴがくっつくんですねこういうふうに「すべてのものは引き合うんだすべてのものは引き合うんだ」これが法則ですよね。 あるいは、まあ、もっと怪しい法則であればそうです、ね、あの月が、えー、傘をかぶったら翌日雨だとかこういうのも、まあ、法則ですよねあるいはこういう人が人気があるんだとかこういうのも法則性があるかもしれません、まあ、そういうのが法則ですじゃあ法律って何かっていうと例えば窃盗罪人のものは盗んではいけません盗んだら犯罪になりますよとかあるいは人を殺したら犯罪になりますよとか民法なんかだと借りたお金は返しましょうとかこういうのが法律になります ではこれで法律と法則の違いがわかるかなと思いますがちょっと見ていただくと結局法則というのは「何々でであるの世界なんですねべてのものは引き合うんだ」「こういう人は人気あるんだ」「こういう天気になったら雨が降るんだ」という「何々である」の世界です。それに対して 法律っていうのは何々だというふうに言い切ってるわけではなく何々すべきの世界なんです。人ははは殺すななお金は返せ物は盗むなえつまり我々国民に命令形で命令令ででしてるんですよこういうことをしなさい、えー、スピード違反するんじゃないよとか赤信号は止まりなさいとかこういうふうに国民が指示されている国民が従わなければいけないルールこれが法律なんです。 ということでその次見てくださいまあ、その次見てもらうとえ法則は自然界などに始めから存在する関係であり発見する対象すでに成立する関係なんですあこういう状況だとこうですよこういう状況だとこうですよっていう成立する関係なんです全てのものは引き合うんだとでこういう天気になったら雨が降るんだとでこういう気温になったら雪が降るんだという風に成立する関係で 人間のの法則に対する接触の仕方は発見なんですだから人間が作るわけではなく自然界に初めからあるそれを人間があこういう法則があるねっていうふうに発見するんですね。万有引力の法則はニュートンが発見しましたよね。 リンゴが木から落ちる姿を見てでニュートンは天才ですからさっき言った具体と抽象を往復して具体的なリンゴと地球が落ちた、えー、地球にリンゴが落ちたのを見てあっ物と物は引き合うんだなって抽象的に考えて発見したわけですよ。でこれがまあ万有力の法則でですすすよね人間は発見するんですそれに対して法律っていうのはより良い社会を実現するために制定していくんだってこと。 より良い社会を作るために人間が作ったものなんですだからこれからみ皆さんが勉強していくのは自然科学的に自然にある法則ではなくて人間が作ったルールこれを勉強していくんですよだからかなり人為的なものを勉強していくわけです人間が作ったルール、まあ、社会学といいますが人間が作ったルールを勉強していくんだでなんで法律を作ったんだまあ 日本では国会が作りますから国会が作ったルール国会が作ったルールこれを皆さんは勉強していく形になりますが何で法律を作ったのかというとより良い社会を実現すす。るためですほら人を殺さない世の中のがいい社会じゃないですかだから殺した人は殺人罪として罰するわけですよで盗むことが簡単な世の中であればあのいい世の中になりませんからじゃあ窃盗罪っていうのを作って盗んだら罰則化すからね 刑罰だから、ね、盗んじゃダメだよっていうふうに命令をしてるわけですねで人のお金を踏み倒したら困りますからじゃ借りたお金は返しなさいってルールを作って借りたお金を返せる世の中を作るであんまり車がスピード出してると危ないから道路交通法を作ってスピードを出さないようにしていくと。 あるいはちゃんと交通整理ができた方がいいから赤信号は止まりなさいなんて法律を作っていくわけですこのようによりり良いい社会を作作るたたたためにに制定していった作っっものが法律ななんだと言った形になりますでここで一つ問題になるのがこのより良い社会ってどんな社会なのかというとより良い社会がどんな社会かは一定の価値観が存在します。 だからより良い社会っていうのは一つの概念じゃないんです時代や国によっても違いますだからその一定の価値観これは変わっていくんですね保守的な場合だったりあるいは儒教的だったりいろんな教えがあります時代によっても違います普遍的なものじゃないんですね時代が変変変変わわわわれればばるし状況ります例えば日本では政権交代なんかもありましたから政権交代で A 党から B 党に政党が変われば 与党が変わればあじゃあ B 党が考えるより良い社会を作るために法律を作っていくんですよ。という形でより良い社会というのは状況によって違いますでそのより良い社会を作るために法律を作るんですだから皆さんこれから法律を勉強する時にはその法律がどんな社会を作りたいのかその価値観を学ぶといいですよね理解するといいですあこういうことを実現するためにこの法律あるんだなとそうすると丸暗記じゃなくて済みます。 例えば会社法なんかは平成18年に作られました世の中は小泉改革なんてて言ってる時代でもう規制緩和自由だよって時代ですだから会社法って結構自由なんです。基幹設計も何でもいいよあれも何でもいいよ資本金ももう昔みたいに最低限の制約はありませんみたいなこういうふうなルールだったんですがただ時代がどんどん進むにつれて不祥事がどんどん出てきたわけです。 そこでじゃあブレーキをかけなければいけないなってことで平成26年に社外監査役とか社外取締役を重視しようみたいな改正がされたんですねだからそう考えるとこの改正っていうのはちょっと規制を強める改正なんだなで平成18年の会社法制定はもうなんか自由が あ価値観なんだなっていうふうに分かっていただければあじゃあこういうルールはこのためにあるんだなっていうふうに理解をして記憶をすることができるんですね。まあ、こんな形で法律を丸暗記するのではなくそれが求めている趣旨その法律が作られた。 意図こういうものを考えながら勉強することで、まあ、言ってみれば丸暗記を出して勉強を進めることができるわけですもちろん講義の中でそれはお話をしていきます、まあ、とにかく、えー、法律というのはその一定の価値観のもとにより良い社会というのを考えてもちろんそれが保守的な国だったりあるいは革新的な国だったりあるいはある政党が考える、まあ、より良い社会ですが、まあ、今の日本の 社会の実現のために作られた法律これを皆さんはこれから学んで形になりますで、次見てほしいんですけどこのようにより良い社会を実現するために作られた規範のことを社会規範と呼ぶんだ法律は社会規範だつまりより良い社会を作るために我々が守らなければいけないルールそれが社会規範です で法律はそのようにより良い社会を作るために守るべきルールとして規定されているものなんだそれを我々は学んでいくんだって形になりますねでは次です今度は2番法律と道徳でこれは何かというと、えー、その中見てもらうと資格の中見てもらうとより良い社会を実現するために作られた社会規範とすれば法律のほかに道徳がありますが法律と道徳の違いを答えよ 確かにより良い社会を実現するために守るべきルール社会規範といいますがこの社会規範は法律だけではありません道徳も社会規範道徳も社会規範ですねじゃあ何が違うかこれも具体的に考えていきましょう法律は今具体例出しました道徳はお年寄りには石油譲りましょうとか小さい子に優しくしましょう困ってる人がいたら助けてあげましょうこんなのが道徳ですよね じゃあ道徳もそれを守ることによってより良い社会が実現できるし法律だってそれを守ることでより良い社会が実現できるんですがじゃあ道徳と法律は何が違いますかもういろんな違いはあってこれが一つの論文に発展しそうなことではありますが一番簡単に言うと守らなかった時の扱いいが違いますよね皆さん法律守んなかったらどうなります人を殺しちゃったら刑罰が待ってます下手したら死刑。 で窃盗罪も刑罰が待ってます人のものを返さなかったら借りたお金を返さなかったらこれは裁判所によって強制執行されますつまり国が無理やり守らせようと強制してくれるんですよもう刑罰化したり強制執行したり法律って守んなかったらまずいぞ国が強制するからな罰則化すからな無理やり守らせるからなっていうのが法律なんです道徳は 守らちょっと席譲りませんでしたたぬきりしました白い目で見られるぐらいで罰則ないですよね困ってる人を助けませんでした忙しかったからまあ仕方ないか道徳って守らなくてもお咎めがないってことつまり逆に言うと法律はここチェックしましょうかえっ、ー 国家による強制力の有無が違うんですつまり道徳には国家による強制力はないが法律は国家によるる強制力がある例えば人のものを盗めば刑法で懲役、えー、罰金という刑罰が課せられるんだつまり国家によって強制しているんですこのルールを。 道徳は確かに守るべきルールではありますが国家による強制はありません教育で守ってもらおうとかその両親に従って守ってもらおうとかしておりますが無理やり守らせようとはしてないそれに対して法律は守らせるんですよ例えば赤信号止まらなかったらパトカーを追いかけてくるんですよで、えー、道路交通法で言えばスピード違反したらやっぱり罰則待ってるんですよといった形で無理やり守らせる。 国家が無理やり守らせる国家による強制力があるものが法律なんです。ということでここまで勉強していったら考えていったら法律の正体が分かりますが法律っていうのは国家による強制力を持った社会規範だということをまずは押さえてください。一つは 社会規範は社会規範なんですけど単なる社会規範ではなく国家権力による強制力があるんだ国家権力による強制力があるんだ国家が強制しているルールよ,よりよい社会を作るために国家が強制しているルールこれが法律なんだということをまずは理解をしておいてくださいでは次のページにいってください 二ページをめくりましょう。三ページですね。三ページをめくってください。あ、ところで皆さんちょっと顔を上げてもらって、法律って何でしたっけ？今定義やりましたよ。チェックして覚えてます？ 国家権力による強制力を持った社会規範ですねまあ、これが直接試験に出るわけではないですがこれから講義を進めていくと色々覚えることが出てきますからなるべくその場でチェックするだけではなく覚えちゃってください3時間も大事な勉強時間ですから待ってチェックして家帰って復習しようって言うとなかなか覚えられませんから今覚えられるものは覚えちゃう例えば国家による 強制力を持った社会規範ってチェックすると同時に、まあ、例えば2秒ぐらい間があればそこで頭の中で繰り返すとか。 言った形でなるべくこの段階で覚えてしまおうこの皆さんからお預かりしている3時間の時間だって当然皆さんの重要な時間って私も理解しております仕事している方育児している方介護している方当然忙しい中で3時間作ってきてくれてますから当然この3時間を有効活用してもらいたいそれは私も無駄話もせず一生懸命講義をしていきますから皆さんも今覚えられることはしっかり覚えるえそういうふうな集中力で聞いてほしいと思うんですねだから、まあ、具体的な まあ、具体的な話とすればもうちょっと次の話に行く前にちょっと頭の中で確認するとかもう一度目を通すとかいろいろやることあると思うので少なくとも覚えよううってて気持ちで講義を聞いてもらうことで,す後で覚えればいいやではなく今覚えてしまおうって気持ちを持つだけでだいぶ違います。 でもちろんそれで全部覚えられるわけではありませんから復習はしてもらいますけれども今、覚えられるものは覚えてしまおうといった思考回路をしっかり持っていただいて講義を聞いてほしいというふうに思います。ということで、まあ、次いきましょうかで3ページの頭です。え国家によって 守るべき社会規範が法律という形で強制されることで秩序が維持されより良い社会が実現できるんだと、まあ、簡単に言えば、まあ、国家があそのうん権力によって無理にでも国民に守らせることで秩序を維持していこうということなんだって話になりますよろししいでしょうかね、まあ、だから法律のことをよく最低限度の道徳という人もいます、まあ、道徳って広いんですよね。 もうそれはいい社会になりますよでもそれを無理やり全部守らせるほどの、まあ、中核的なルールではないので、まあ、絶対これは守ってよなっていう最低限絶対守ってほしいものを法律としてるんだ。でなるべく守るともっといい世の中になるよっていうのは道徳ですよね。 だだから絶対守らなななけければいけないルールーが法律なんだそれを皆さんはこれから勉強していくんだ、まあ、国家が作ったルールだし国家が絶対国民に守らせようとしているものが法律なんだということになりますではここまで、まあ、法律というものが、まあ、どんなものか分かっていただいたので具体的に事件を解決していきましょう、えー、法律による解決というふうに書いてありますからまずは例題の3のところから見てください例題の3 A は競馬に負けてむしゃくしゃしていたあそこでたまたま歩いていた B を殴った B は全治3ヶ月の怪我をし入院した法律関係を答えよ A が B を殴りました殴っちゃいけないですよねだからこれはもうルール違反です歩いている人を殴っちゃいけない競馬でむしゃくしゃしていたからといって殴っちゃいけないでまず殴ってはいけないですから刑法というルールが待っております 刑法により A には傷害罪が成立をし傷害罪が成立をし、まあ、懲役または罰金の刑罰に課せられるという形になります。で、えー、具体的にここにまあ皆様まだろっぽうってませんから書いておきましたが刑法204条人の身体を傷害した者は15年以下の懲役または50万以下の罰金に処するということで刑法が待っておりますからもう人を殴ったらいい世の中ではありませんから殴ったら刑罰だからね殴ったら刑罰だからねってことで 傷害罪という犯罪を用意しておりますただこれで終わりじゃないんです傷害罪を課したところで確かに B を殴った A は罰則課せられますただ刑法で罰則を課されただけでは B は救われておりません B は殴られて怪我をしてますから入院とかして治療代もかかってます A が刑罰に科せられたかといってそれで B が救済されるわけではありませんそこで民法も適用されます民法も適用されます、えー、民法的には何が起こるかというと不法行為というのが成立をして治療代などの損害賠償をしなければいけません B に対して損害賠償をするんです、まあ、その下に条文がが、ありますが 民法条行為または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負うまあ怪我さしたりしたんだから損害賠償してくれよな損害賠償しろよなって話になります。これが民法の世界ですねでこのことから分かる通りこれ一つの事件 A が B を殴ったって1つの事件ですが2つの解決をしなければいけないんです1つは国が刑罰を科すっていう刑事的な責任もう1つが B に損害賠償をしなければいけないという民事的な責任この2つがあるんですよだからよくニュースなんかでも刑事裁判が始まりましたで同じ事件についての民事裁判が始まりました みたいな話を聞いたことがあったりあるいは刑事事件では勝ちましたけど民事事件では負けましたみたいなそんな話があると思いますが国的には国との関係でいうと刑事だから国はそいつに刑罰を貸したいってなるし A と B との関係では民事 B をちゃんと損害賠償してあげなさいよ入院代かかってるんだからお金払ってあげなさいよって話になるわけです。 だから国との関係での解決もしなければいけないしその A さん B さんの詩人間での解決もしなければいけないということになるわけですで、これって例えば何で2つも解決がいるんですかっていうと、まあ、例えば保育園とか幼稚園でもそうですよね A 君が B 君殴りましたって時に幼稚園の先生は何を解決するんですかまず今後 A 君が他の子を殴らないようにちゃんと指導しますダメだよ殴っちゃ なんで殴ったのどうしたのっていうふうに聞いてその人を指導していくわけですよ。でこれで A 君は今後殴んないように一生懸命教育していくんですがそれだけではダメです。A 君と B 君との間を取り持たなければいけないですねだから A 君は B 君に謝んなさいとこういうふうな解決もしていくだからその A 君に対して教育をしていくだけではなく A 君と B 君の間を解決していかなければいけないこのように刑事的な解決と民事的な解決両方していくんですよ。 だから刑事と民事があるわけです、まあ、そんな話もまたお用意していきます今度はその下のところ行きましょう数字の2番憲法とは何か憲法とは何かさあ憲法というものについてお話をしていきますさあ皆さん憲法とは何ですかって話をするとまあ、法律の中で一番基礎的な重要な核が書いてあるのが憲法ですよみたいなことが書いてきますが本当でしょうか さあそれを見ていきましょうでは、えー、講義ノートの3ページの数字の2番「憲法とは何か」各文は「国家権力」これを目に見てきたように法律は国家権力による強制力を持った社会規範であった再復習です、えー、このことは当然国家には権力があることを前提にしている、えー、国家には権力は存在するんだというふうに言っています権力って大事なんですよく権力って権力志向とか まあ、悪い言葉として使われることが多いですが、権力は大事なんですよ。なぜかというと、権力なければ国家とは言えないから。例えば、そうですね、権力、国家権力が倒されちゃった国ってあります。例えば、独裁国家が、まあ、民主化の過程で倒されてしまって、まあ、ここから民主的な国家になればいいんですけど、とりあえず、今、無政府状態だっていう国がよくありますが、そうすると、国民やりたい放題です。もう。 なんか空き巣に入ったって誰も捕まえないし警察は機能してないしってことで国家がなないいとともうそれはひどいことになりますつまり日本は国家があるから赤信号では止まるし国家があるから人のものを盗まないつまり国家権力最高国家権力があるからみんなはルール守る国家権力が力でルールを守らせてるわけですから権力があることが重要ですよね。ということで3ページまあ の最後の行参考までに国家とは何かということを言っておけば国家は一定の限定された地域に定住する国民が存在しその国民が服従を強制される権力によって統治される社会というふうによく言われますが、まあ、次のページの頭に書いてありますが領土、国民、権力これを国家の3要素と言いますだから国家権力がなければいけないし国民がいなければいけないし領土は大事なんですよ領土、国民、権力これが国家の3要素です。 その下に図がありますが国家が、まあ、法律ですねこれを国民に強制してるからこそ国民は法律を守るんだといった形になります。これでより良い社会が実現できるんだということになります。権力最高ということになりますが 権力、本当に最高かって話になると、なんかニュースなんか見てると権力がなんか腐敗しきってるよ。とかいう、そういうイメージを持つこともありますが、そうなんですね。権力って腐敗するんです。4ページの括弧2番国家はより良い社会を実現するために法律を作り、権力でそれを守らせるのであるが。 乱用される危険がないわけでもないというふうに書いてありますえつまり常に国民のためを考えて法律を作ってくれるとは限らず暴走を始める危険があるんだ権力は腐敗しやすいんだどうしても国民のために法律を作るより良い社会のために法律を作るっていうよりはお国のために法律を作るもう自分自身の権力者のために法律を作るなんてことになってしまうんですまあこれはあ権力論みたいな よく、まあ、学問がありますが、まあ、それを学ばなくたってまあ歴史を見れば分かりますよね秀吉が天下を取った後にもう私利私欲を出しちゃったりナポレオンだってそうです、えー、あるいは、まあ、どっかの国で独裁の国家なんかだと国民苦しめてもう自分がなんか裕福であればいいじゃないかみたいなもうそういうことになりかねないんですよ権力を持つともう私利私欲で政治を始めてしまう。例えば日本ででもそうでそうの次 治安維持法とか国家総動員法というのは権力腐敗の歴史だと言われますけども例えば治安維持法って反政府的な言論を弾圧するこれ政府が自分自身のためにルールを作ってますよねいい国民がより良い社会を、えー、まあ生きてもらいたいっていうよりはもう国の悪口言うなよってことですからもう国家権力維持のためのルールですよねで国家総動員法だってそうで国民生活のためっていうよりは軍事工場での労働を強制するような法律だったりしますからもう戦争に勝つため 日本が戦争に勝つためのルールだったりするわけですよまあその次見てもらうとこのように権力が腐敗しな、まあ、国民の権利自由が不当に制限されることもあるんだということなんですねおいおい憲法の話はどこ行ったというとその次です三番憲法は国家権力の歯止めそこで国家権力のこのような暴走を防ぐ必要があるんだでつまりえ権力者の万歩行ルールを作り 国家をそれに従わせる必要があるこのルールこそ憲法なんだってこと国家の暴走を防ぐためのルール国家の暴走を防ぐためのルールが憲法なんですですから憲法とは国家権力の乱用を抑制し国民の権利自由を守るための基本法だということになります 暴走するなよ暴走するなよって国家にルールとして守らせようとしてるのが憲法なんですよだから憲法にはよく皆さんは中学校とか高校で、えー、基本的人権が書じゃあなんで国民の権利自由を守ろうとしてる何から守ろうとしてるのかこれ人権と言いますが。 どうして人権規定しているのかっていうと、それは人権を国家権力から守ろうとしてるんです。国家の乱用を抑制して人権守ろうとしてる。だから、まあ、人権保障、人権保障と言いますが、もう、だから、こういうことをもう学ばないうちに、なんか小学生が。まあ、人権ポスター書こうとか言って、うちの息子なんかも書いたりしますが、もう人権って分かっているのかなって話ですよね。もう国家権力から、もう人の権利を守ろうとして、人権というものを規定している。 でその人権を国家権力がもう暴走して、暴走して、害さないようにしているルールが憲法なんです。例えば、さっきの治安維持法なんていうのは国家の悪口言っちゃだめだよと簡単に言うとそういう法律ですが今、日本国憲法ではそれができないように表現の自由というものを基本的人権として保障しています。つまり国民は どんな表現したっていいんだからねもう戦争反対の詩を作ったって歌を歌ったっていいんだからね国家さんそういうのを、えー、まあ人権を害するようなルールは作るなよっていうふうに言ってるんですよ。まあそういうのが憲法なんですねだから憲法っていうのは国民の人権保障していくじゃあ何から人権保障するかというと国家権力です。 国家権力が国民の人権を侵害しないように、えー、書いてあるのが憲法なんだって形になります。でこのようにえ憲法を使って権力を制限して憲法に基づいて政治をすることを立憲主義と言いますよねだから歴史なんかでも今現在の政党でもそうですが立憲って言葉はみんな大好きで、まあ、憲法で政治をしようえ憲法で国民の権利を守ろうっていうのが、まあ、立憲主義というふうに呼ばれます。 で次のページ見てもらうとこのことから憲法を守るべきものは国民ではなくて国家であることを確認しておこうってことです。私たち国民は憲憲憲法法法を守守らなくくててていいいんんでですすにれるその次の次条条文見てください憲法99条と書いてありますが天皇または摂氏及び国務大臣国会議員裁判官その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負う。 国家は憲法を守れようなって書いてあるわけです国民が守れとは書いてないこの憲法は国家のルールなんです国家権力はこの憲法を守ってください国民に憲法を守ってくれたは一言も書いてないということはこういうふうに言えます図がありますね我々国民は 国家権力によって法律を強制する関係ですがこれが乱用されないとも限らないそこでこの国家権力に歯止めをきかせるものが憲法なんです憲法は国家権力に歯止めをきかせて暴走するなよな暴走するなよなって歯止めをかけてこのいい加減な法律を作って国民を苦しみでな法律を作って国民を守ろうとしてるんだ、まあ、このそんな法律を作るなよ人権侵害するような法律を作るなよってことで 国家権力に歯止めをかけているものが憲法なんだって形になりますでここで皆さんに聞きますがルール違反って誰がするんですかルール違反ルール違反ってそのルールを守るべき人ルールの名手人がルール違反するんですよね 例えば学校の校則であればその学校の生徒がルール違反するわけですよね。私はどっかの中学の生徒ではありませんからその学校のルールに従わなくていいんですよ、えー、月曜日は制服を着ましょうと私着なくていいですその学校の生徒じゃないんだからその学校の生徒が守んなければいけないルールなんだからもし破って怒られるのはその学校の生徒ですよね。法律違反するの誰か赤信号で行っちゃうの誰かスピード違反するの誰か人を殺しちゃうの誰か国民です。 国民は法律を守らなければいけないですからお前法律違反したなって訴えられるのは国民なんです憲法って誰に対するルール国家権力に対するルールなんですよ例えば表現の自由表現の自由を侵害するような法律作るなよ平等権国民は平等に扱われます国民には平等権があるんだから平等権侵害するような制度は作るなよ男女不平等な制度は 作るだよっていうふうに国家が命令されてる国家が守るべきルールなんですよってことはもしルール違反するとすれば誰ですか国家なんですだから憲法をもし違反するとすれば国家なんです我々国民が憲法違反するのではなく憲法違反すするのは国家なんですよろしいでしょうか だからこれから皆さんは憲法を勉強していくといろんな判例が出てきます裁判例。その判例の中で大体「お前は憲法違反したのかどうか」って最高裁まで争われますがその憲法違反だよとか「これ憲法違反じゃないよ」って判例が出ておりますがその訴えられている被告は国家なんですよ。国家がやった行動や国家が作った法律が憲法違反かどうかが争われているのが憲法のテキストに出てくる判例なんです。 これを分かっていると勉強しやすいですでよね国民が訴えられているわけじゃないんです何か法律違反をしましたあごめんなさい、えー、憲法に反するような法律を作りました憲法に反するような行動をやりましたとそれを気づいた国民があれ憲法違反じゃないのって訴えて憲法訴訟が行われて違憲ですよとか合憲ですよって判例が出るわけですちょうど一昨日ぐらいも 最高裁判例が一つ出たのをニュースかなんかで見ましたマイナンバーは違憲ではないマイナンバーカードは合憲だという判断が最高裁で下りましたけれどもあれもマイナンバーって制度を国家が作ってるわけですよで、あれって憲法違反じゃねえのそんなカードを作っちゃいけねえんじゃねえのって国民が訴えて最高裁まで争ったら最高裁はそれは憲法違反ではないですよって判断を出したわけですこのように国家のやった行動が訴えられているわけですよ 憲法違反するのは全部国家ですまあ、それを分かっておくと分かりやすいかなと思いますこれから憲法の判例勉強するときに憲法で被告となっている訴えられている違反かどうか争われているのはみんな国家権力かまあ、地方公共団体かそのあたりですよ国民が訴えられているのではないということを分かっておくと勉強しやすいかなと思いますだからこういう六法なんかで あのたくさんの法律が書いてありますがこの中で一番、えー、真ん中にいて重要なことが書いてあるのが憲法だっていうとそういう意味ではなく憲法だけ別枠みたいな感じですね他の法律は国民が守るべきルールが書いてあって憲法だけは国家が守るべきルールが書いてあるって感じ。ということで憲法は皆さんが勉強する他の法律とは別枠で 国民にルールを与えてるわけではなく国家権力の守るべきルールを作ったんだというふうに思ってください、まあ、よく中学校なんかで人権保障が書いてありますよって書いてありますがそれは国家が国民の人権を侵害するなよって言われてるんです平和主義っていうのが日本国憲法に書いてありますが国家に対して戦争なんかするなよって命令出してるわけですこれが憲法ですからね 例えばいくつか例を出すと平等権というのがあります国民はみんな平等ですで、この平等権を侵害するのは国家なんですよだから国家が何か不平等な扱いをしたときにそれは、えー、不平等じゃないか平等権侵害だっていうふうに判例が下るわけですまあ、例えば最近多いのは一票の格差まあ、鳥取とか東京でもう格差があると あれはもう平等権侵害じゃないか国家のやった選挙が全然平等じゃないんですけどってことで憲法違反かどうかがよく審議されているわけですよねでも例えば国民は国家に平等に扱われる権利はありますが私が誰かを平等に扱わなければいけないってルールは憲法は適用されませんあくまでも平等に人々を扱ようよなっていうのは国家権力とか地方公共団体が守るべきルールであって私が守るべきルールじゃないんですね 皆さんが守るべきルールーじゃないんんですよ皆さんだって人を不平等に扱うでしょお気に入りの人はおごってあげたりお気に入りじゃない人は割り勘だったりとかですからそれは別に憲法違反にならないわけですよ。やおやだってタイムセールであの人に怪しく売ったけどタイムセールが終わったから高く売る別にいいんですよちょっと不平等じゃないかなんていうふうに訴えられることはないわけです。まあ、こんな形で国民は別に人を平等に扱わなければいけないなんてルールはないんですよね。でこれが憲法の 考え方、こういう基本ちゃんとみっちりまずは理解してくださいね。憲法訴訟というのは国家権力が訴えられているんだってこと。まあもう一つぐらい例出しましょうか。よくまあ最高裁なんかで争われるのが、まあ靖国神社に総理大臣が言ったから憲法違反ではないか。 みたいな訴訟があって、まあ、これからまあ憲法の勉強をしていくとたくさん勉強する形になりますあれ何が何違反かというと憲法には政教分離という原則があります。政教分離 まあこれは政治と宗教は分離しなければいけないって原則を政教分離と言います。政治と宗教は分離しなけければいけないななぜかっていうと、まあ、例えば豊臣秀吉とか、まあ、例えば、まあ、そういうですね昔であれば聖徳太子とかもそうですが。 あの仏教で国を支配するなんて形で、まあ、政治と宗教をくっつけてそのむしろ宗教を利用して国を支配するなんてこともありましたよね。まあ、世界史なんかやってるともうキリでトンガ王国だってキリスト教で支配してる国ですからこキリスト教教が国の宗教ですよねだからそういうのはあるんですけど日本では政教分離が禁止されていて政治と宗教はくっついちゃいけないことになってます。 なぜかというとこの政教分離の裏には、えー、と信教の自由があります。日本ではどんな宗教も信じていいんです。まあ、どんな宗教も信じていいもちろん制約はあって今いろんな問題ありますから後でまたやりますけどどんな信教も信じていいどんな宗教も信じていいという信教の自由がある。でも国が 例えば、仏教を国の宗教としてしまうと、例えば歴史なんかが証明しているように、キリシタン弾圧とかあ、そんな形で他の宗教を迫害して信教の自由がなくなっちゃうんですよ。で、日本っていうのは同調勢力強いですからね。だから、国がある宗教を信じてしまうと、他の宗教を弾圧することになります。 まあ外国なんかだとそれがうままくいいいっってる国国はいっぱいありますよ境イギリス国境なんかもありながらも他の宗教も寛容だとかこういうことはありますけども日本ってそうはいかないじゃないですかだから憲法がそれ分かっていて日本,日本のですね性格分かっていて国の宗教を禁じたわけですよ国が特定の宗教を信じてしまうと他の宗教の弾圧に向かうそうするとこの信教の自由がなくなっちゃうってことでこの信教の自由を保障するために政教分離というのを 取らなけければいけませんよ国と宗教がくっついてはいけませんよこういうルールを憲法が作ったんですだから政治家ががああるるるいは国がある宗教ととくくっつくと憲法違反になるわけですよだから靖国神社に行ったらこの政教分離違反じゃないかなんて形で訴えられるわけですただ完全に政治と旧宗教を分離するというのは不可能です例えば 公立の保育園でクリスマス会やるなんていうのがじゃキリスト教やってるじゃねえかって話になるとまあそれはいいだろうって話になりそうじゃないですかだからこの辺りのさじ加減を憲法派でねて勉強していきますどこまでは OK でどこまではダメかで例えば駄目なケース違憲だ憲法違反だって言われたケースは靖国神社の一番重要なお祭りに愛媛県知事があの玉串料っていう榊の枝かなんか立てて本当に正式に奉納した。 これは政教分離違反っていう判例が出ておりますだから総理大臣なんかは例えばそういう玉串料なんかではなくもう小銭で払ったりとかしてその判例分かってますからねで、えー、違反ならないように言ったりしてるんですけれどもとにかくどこまでが憲法違反でどこまでは OK かっていうのを全部やりますからですからこんな形で憲法違反をするのは国家権力者側なんだ。 とととといいいいうのののをままずはは理解しておくとここ全体構造のところではいいかなと思います文字通り全体構造ですからその細かな中身はこれから本論編でやっていくわけですからねその本論編をやった時にちゃんと知識が埋まるように今外枠を埋めてますでは次いきましょうかでは次今度は、えー、講義ノートの5ページの下3番法律の分類というところを見ていきますが法律の分類で法律を大きく2つに分けていきます1つが候補 でもう一つが司法って形になりますで候補は国または地方公共団体とその構成員との間の関係を規定する法だ。で司法とは国民と国民との間の関係を規定した法だといった形になります。簡単に言うと公法は、まあ、国です。それと国民です。 これの間のの間関係を規定しているのが公法それに対して司法っていうのは国民と国民この間の法律関係を規定しているのが司法です。の裁判というのは大体2者間で争いますだから原国籍と被国籍両方とも国民両方とも 国民が座ってるもう原国籍も国民です非国籍も国民ですって時にそこで使われてるルールは司法なんですよ。それに対してあ国と国民が争ってるぞ原国籍あるいは非国籍どっちかに国民が座ってるぞってどっちかに国が座ってるぞって時にはそこで使われてる法律は広報なんです。さっきお話した通おり、まあ、刑事と民事の争いでもありますが。 ルールというのは国と国民との間のルールと国民同士のルールがありますま世の中をより良い社会を作るためにうまくいかせるためには国民と国家の間のルール国民と国民の間のルール両方必要です国家と国民との間のルールが候補で、えー、国民と国民の間のルールが司法という形になります 例えば刑法これは広報ですね刑法の裁判になると原告席に国家が座ってます検察官があいつは犯罪者ですなんて訴えているのでじゃあ国家がどういう刑罰を課すかというルールが刑法にあるのでそこで使われている法律は広報である刑法になります税法なんかもそうですね国家が誰からいくら税金取れるかという国家と公正員との間の規定がありますからこれが広報です それに対して民法これは A さんが B さんにお金貸したけどもちゃんと返してもらえるんですかというのが民法ですねつまり民事事件は民法という司法が使われますまずはそういう形で押さえておいてくださいでは次のページに行ってもらって今度は実態法と手続き法 実態法と手続き法実態法というのは権利義務の発生変更消滅事態を規定する法それに対して手続き法とは権利を実現するための訴訟などの手続きを規定する法です簡単に言うと実態法というのは内容です権利義務 の発生変更消滅って書いてありますからどういうことをすると権利が発生するのかどういうことをすると義務を負うのかといったルールの内容が書いてあるものが実態法ですでそれに対して手続き法というのはそのルールを動かすための仕組みそのルールを動かすつまり権利を実現するための手続きと書いてありますがその内容を実現するための手続き仕組み ですね。これが規定されているのが手続き法になります。例えば非常にわかりやすく言うと、こちらはソフトですよ。こちらがハード。例えば皆さんはテレビゲームをやるとしましょう。 まあ私が子供の頃はファミコンっていうのが出てきましたがもう古い話ですがファミコンこのファミコンは例えばどんなゲームやるかっていうその内容自体はソフトにえまあまあ入ってるわけですねただそのソフトだけではファミコン動かないんですよそのハード本体がいりますよねですからこのように 内容をいくら決めたって動かない内容を動かすための仕組みハードが必要なんですだから実体法と手続き法がルールとして必要なんです例えばですよ民法には実体法ですから基本的に世の中をどう動かすかっていう内容が規定されています例えば先ほども少しお話をしましたが例えばそうですね 不動産を買ったら登記っていうのをしたらどうかとで、登記をすることによって第三者に対抗できるようになるぞなるほどそれはいいね不動産には名前書くとこはないから登記をすることで対抗要件にしよう登記をすることで第三者に自分のものだと主張できるようなルールを作ろうってことで民法百七十七条が作られて登記をすることで権利の取得を第三者に対抗できる登記を,を,をすることで権利の取得を第三者に対抗できるってことにしたわけです ただそういう内容を規定しただけでは世の中を動かすことはできませんそれは民法学者は登記の良さっていうものをきちんと検討してじゃ登記があるとまあ、第三者に対抗できるというのはいいルールだよねっていうふうに作りますでもなんで動かないか登記をどうするかっていう仕組みが必要なんですよ例えば登記申請はどの役所が司るのか登記申請にはどういう書類を付けていけばいいのか これが不動産登記法ですだから民法で登記をすることによって権利の取得を対抗できるようにしようってルールを作ったとしてもじゃあ登記ってどうやるのっていう仕組みが必要ですよね登記手続きのルールが必要ですよねこれが手続き法なんですよだから不動産登記法では登記の申請はこういうふうにやりますこういうふうに書きますこういう添付書類つけます全部規定があります登記を すればいいというのが内容かもしれませんが、実際にどういう登記をすればいいのかっていう手続きが規定されているのが不動産登記を。まあ,あの一対一で存在するわけではなく、例えば民法でルールがあってもそれをどうやって守らせるのかってことで民事訴訟法なんかもありますから、まあそういうことで民法というルールを動かすためのハードとしていろんな手続き法が規定されているんだあ,あいうことになります。 で大学で法律なんかを勉強するときには実態法が多いいと思います重要な手続き法はやると思いますがその不動産投記用で印鑑証明つけるのかつけないかとか住民票つけるかつけないとかそういうのを大学の学問として勉強してもそんなに面白くないですよねだから学学問的に哲学的にに哲意味があるのはやっぱり実態法ですよどういうことをするとどういう義務を負うことにしようかで損害賠償を負うことにしようかとかまあ例えば過失がないのに まあ無過失で責任を負うことにしようかとかでもそれはこういうのが困るんじゃないかみたいな形でやっぱり議論的には実態法って面白いですじゃあ皆さんも実態法が勉強の中心かというと実はそうではなく手続き法の勉強が多いですで皆さんはちょっと「ブレイクスルテキスト」の8ページをもう一度見ていただきたいんです。ブ,ブレイクするテキストの8ページ 試験科目が載っておりますが試験科目が載っておりますが実は午前の部と午後の部何が違うかっていうと午前の部が実態法なんですで午後の部は手続き法なんです記述がある分 手続き法の方が拝点が多い大学ではほぼ実態法に周知すると思いますがこの小書士の試験に関しては期日がある分手続き法の方が拝点が高いですこれはきちんと意識しておいた方がいいです通常の大学の勉強とは違うんです学問としての法律ではなく実務としての法律を学ぶからです いくら実態法が分かっていたとしてもその手続きが分かってなければ皆さんは実務ができません実務というのは法律の手続きをやるんです登記申請をしたり宅の申請請ををしししたたたりりりの訴訟だからもちろんその裏には実態法がありますから実態法も理解しなければいけませんが実際に使うのは手続き法なんです不動産登記申請するときには不動産登記を使うんですだから皆さんは 法律学者になるわけではなく学問として法律を学ぶわけではなく実務官になります。だから実務で直接使うのは手続き法だから手続き法の配点の点が高いんですよ。これを意識しておかないと法律イコール実態法みたいな認識があるとどうしても間違ってしまいます。きちんと手続き法を学ぶんだと意識を持つようにしてください。よろしいでしょうか。で一言言余計なこと言と,と、っておく 大学で法律を勉強しましたとか司法試験の勉強をしてましたって方がいますがその方は手続き法をきちんと暗記するんだ暗記するんだって認識を持つようにしてください。でどうしても学問としての法律を勉強してると実態法ってこういうダイナミックな理論があるから重要だよねってことは分かるんですよ。でも手続き法って印鑑証明つけますとか、 これつけませんとかそういう細かな話なんで学問としての法律を勉強した方っていうのは「ね、先生これ重要なんですか?」なんかくだらなそうに見えるんですけどっていうふうに思うんですが重要なんですよだって印鑑証明つけ忘れたら登記取りませんからねで印鑑証明をもうもらえない可能性もありますえもう先生全部それでいいって言ったじゃないかみたいな大事なんですよ実務やるときにはだから重要なんです学問的には 印鑑証明いついいいいるかからないかなんていうのは大学ではやんないかもしれないでも実務家になるときにはどんな書類がいるのでこの人今,会えな今しか会えないんですよこの人に今どんな書類もらうかって超重要なんですよだから手続きを学ぶときにはそういうことをしっかり認識をしてくださいどうしても学問としての勉強した方っていうのはその重要性がなかなか理解してもらえ,のでもらえなくて暗記してもらえないんですよでもそれをしっかり覚えること重要ですからねそこを認識をするようにしてください では次に行きましょう講義ノートに戻ってもらって今度は一般法と特別法の違い一般法と特別法の違いとカッコ3番です一般法というのは何か一般法というのはその対象を 人地域事項などで限定しないで一般的に定めた法だ。で特別法というのは対象を特定の人地域事項などで限定しその対象だけに限定して適用される法だ。といった形になります。限定しないでか限定してかです。 もう限定しませんよもうどんな対象でもえこの一般あ適用されますよってルールが一般法なんですそれに対してある人にだけしか適用されませんあるものにしか適用されませんっていうルールが特別法なんです、まあ、例えば、まあ、その下に書いてありますが一般法には民法などがあり特別法には 商法や釈地釈迦法法法やなどがあありりまますすすと書いてあります例えば民法これ一般法ですだからここにいる教室にいる皆さんには一般法である民法がどなたにも適用されます。例えば民法では A さんと B さんがお金の貸し借りをします消費対策と言いますがこの消費対策のルールが規定されています。 で民法では消費貸借というのは規定されていてこれは誰にでも適用される一般的なルールとして規定されておりますから皆さんにはみんなこう一般法である民法が適用されますが例えば A さんが B さんに100万貸しました A さんが B さんに100万貸しましたで1年後に返してください1年後に返してくださいって約束をしたとしましょうそうすると1年後に B さんが100万返しますでそこで事件が起こりました A さん文句言うわけです す「いんいですかいや利息の話はしてませんから」「100万返せ」って言うから「返すんですありがとうございました」「いや待てよ」と「1年間借りといて利息を1円もつけないのおかしいじゃねえか」「いやでも利息取るとは言ってないじゃないか」「借りただけでだありがたいよありがたいけどそんな話してないんだから100万返せばいいでしょ」「いや常識でさ普通利息つけるでしょ1年間も借りてたんだから」 ダメだよ利息つけないで返したらダメだからねちゃんと利息請求させてもらうわいや払いませんこれどっちが勝つか民法では利利息息の約束をしない限り無利息ってルールーですだから利息を取ると言った人が間違い負けます元本しか返してもらえませんというのが民法のルールですただ 証人同士でお金の貸しし借りをした証人には商法が適用されますまあ細かく言うと、まあ、証人全部に適用されるとかこれから細かくやりますが、まあ、証人との間では証人とか証行為には商法というのは適用されるもう証人だけにピンポイントで適用する証行為だけにピンポイントで適用するのが商法なんですね。 証人同士のお金のやり取りには貸し借りには商法が適用されて商法では何も言ってなくても利息が取れる証、まあ、人同士っていうのは当然お金儲けのためにあのやってますからそれは何も言わんでも利息取れるやろっていうのが商人間のルールーなんですよだから証人間での金銭消費対策は商法にルールがあって証人だけにピンポイントで適用されます。 というわけで証人間でお金の貸し借りをしたら利息が言ってなくても取れるこれが特別法ですだから一般法というのは誰にでも適用されるルールですが特別法というのは証人だけに適用されるルールこれを特別法と言いますねこれが一般法と特別法の関係ですほか、まあ、にも例えばしえっ、ー、としょえっ、ー、と、えー、まあそこを見ていくとですね まあ、いわゆる賃貸借ってルールもあります、賃貸借この民法での賃貸借は例えばレンタカーを借りたりレンタルビデオを借りたりするのがあその賃貸借です、お金を払って物を借りる、お金を払って物を借りる、これが賃貸借ですね。で、その下にその民法の規定がありますが民法の賃貸借は50年超えることができないってルールが民法にはあります。50年超えることができない でもこなんで50年超えることができないというルールを作ったかというと民法の賃貸借ってもう、えー、とビデオの貸し借りからレンタカーの貸し借りからもう大きなものから小さなものでみんな適用される一般法なんですよ。一般法というのは、えー、限定しないですべてのものに適用されますから大きなものから小さなものまで全部適用されるだからマックス50年というルールを作ってるわけです。あんまり長いと 本当のの所有者の権利を害しますからねなんか貸してたら古くなっちゃったみたいなだからマックス50年にしたんですこれ昔は20年でした数年前まで20年でしたけど大型機械のレンタルなんかでやっぱり50年ないと困るよねってことで長,び長引かせたんですねでもそれでも短いっていう場合があってそれは何かっていうと土地の貸し借りです建物を建てるために土地を借りる建物を建てるために土地を借りるそうするとその建物っていうのは80年100年持ったりするわけです だから50年以内じゃないと契約できませんというと短いんです、ね、100年契約とかで土地を借りたいわけですそうするとこの民法の規定がそあのおかしいんですよ民法の規定で不都合が生じるんですこのように一般法でとりあえず下敷きのように何でもかんでも適用されるルールを作りますがいやここちょっと不都合だねって時に特別法をピンポイントで作るとこういう関係になっているわけですね一般法と特別法は。 そうするとその下見ると、ほら、借地権の存続権は30年。ただし契約でこれより長い期間を定めたときにはその期間とすると書いてあって、これ簡単に言うと最低30年って意味ですよね。だから30年より長い分にはいいですので、もう100年でも200年でも契約することができるわけです。まあこのように民法という一般法に。 不都合があるとピンポイントで特別法を作るんだという関係になっているのが一般法と特別法の関係といった形になりますだから一般法と特別法の図を書くとこんな感じになりますとりあえず一般法がありますでこれは何でもかんでも適用されるような下敷き的なルールになっておりますでその中では例えば DVD を DVD を借りますよとか、英語も書けない、DVD を借りますよとか、まあ、これももちろん民法の規定だし、まあ、それから車を借りますよとか、こういうのも、あるいは土地を借りますよとか、これも全部民法の規定として存在するわけです。で民法の規定は、まあ、マックス50年 ただこれでは土地の貸し借りをするときに、いや建物を建てるために土地を借りるときに50年じゃ短いよねってことになるので、じゃあそこにピンポイントでルールを作りましょうって言ったのが特別法である借地借家法。まあ、ちょっと借地借家法と書いちゃいますが、ここはピンポイントで借地借家を作りましょうといった形になります。じゃあ最低30年ね。こんなルールを作るわけですよ。 よろししいでしょうかだから一般法と特別法ってこういう関係にあるわけです。でちょっとここ見てほしいんですが。 特別法と一般法は特別法が優先するこれが特別法優先の原則になりますなんか大学なんかで勉強すると民法って一般法の方が偉い学者が多くてえ、特別の方が優先するんですか特別法ってなんかなかったらしい名前の法律ですそういう法律マニアックな法律の方が優先するんですかって言うとその通りですどうしてかっていうとこれはごくが当たり前の話で特別法って その事例にピンポイントで作ったんだからその事例には特別を優先させてもらわないと出番がないからですよね一般法というのは下敷き的な規定でとりあえず何でもかんでも適用されますが特別法というのはその事例だけにピンポイントで作った法律ですからその事例で優先させて使ってもらわないと出番がないだから特別法が優先します 特別法というのは一般法の修正ですから修正である以上優先するに決まっているわけですよ。例えばイメージでいうとこんな感じここにほら下敷きとしての民法の規定がありますが下敷きとしてのの民法の規定ががありますが修正というのはこの土地の部分についてこれ修正のシールを上から貼った感じ修正シールを上から貼った感じつまり上からシール貼るんだからその部分については上から貼られたシールの方が優先します。 皆さんが、まあ、こういう遅い時間に講義を受けてると帰りに自宅の近くのスーパーで刺身が半額になってたりしますよねで上から半額シールが貼られてたらそれは半額でしょレジ持ってったら「いやこれね上から修正シールが貼られてますが下の値段が優先するんですよ」って言われることはないですよね上から修正するためのシールを貼ったんだから修正シールのが優先するわけです というわけで特別法は一般法を部分的に修正しているわけですから上から貼られた修正シールが優先するに決まってるんだというわけで一般法法より特別法が優先するんだからこれから皆さんが勉強してあるいは実務出て注意しなければいけないのは特別法があれば。 特別法が存在するかしないかについてはきちんと確認しなければ実務に対応できないってこと例えば一般法を学んでいたとしてもその分野に特別法があればそっちの知識の方が優先しますからね一般法でお話をすると間違いになりますいやだから皆さんはこれから司法書士の勉強をする時に皆さんが「れから司法書士の勉強をすると皆さんが これから実務出て必要となる特別法はこの試験でも出題されます。だからそれはちゃんと勉強していくので、その勉強もしっかりやって形になります。ただ、皆さんが実務出て、お客さんから相談を受けて、いや、その分野についてはあまり馴染んだことがないけどって調べるときには、特別法が存在するかどうかはきちんと調べないとまずいということですね。例えば民法ではこうですよってあって、その分野に特別法があれば特別を優先しますから。 特に気をつけなければいけないのが雇用関係です民法に雇用契約って規定がありますが民法の雇用契約なんて上から修正シールが貼られまくっていて全然使われません例えば最低賃金の法律だとか雇用契約法と労働契約法とか労働基準法なんかがありますから民法では労使平等の原則からルールを規定しておりますがやっぱり労働者を保護するための特別法がいっぱい作られているわけですよ だから労働関係の相談なんかされたらこれはなかなか答えられないですよだからまあ社労士の先生とか専門家の方にちゃんと聞いた方がいいわけで労働関係のことを聞かれたらもう労働関係の特別法がありまくりで民法の雇用契約の知識では当然立ち打ちできませんまあ、こんな感じで特別法がある場合には特別法が優先しますからそのあたりは嗅覚をピンとこう意識しておかないと実務で間違った知識をお客さんにお伝えすることになります 民法的ににはは合っっててまますけどねねいうのは強がりにしかか過ぎませんから、ね、特別法があればそっちが優先しますからといった形になりますではもう少しだけ今日やりましょうで今度は6ページの下の方を見てください法律の考え方え括弧1番要件と効果で法律の条文のほとんどは要件と効果から成り立ってるんだ要件と効果から成り立ってるんだってことをしっかり押さえておきましょう要件と効果です でつまり一一定定のの要件を満たせば、効果が発生すす。るというふうふに言っております試験勉強ではどのような要件を満たせばどんな効果が発生するのかっていうのを抑えていく必要がありますでは次のページを見てください、まあ、例えば刑法で見ていきましょう刑法に関しては「人の身体を障害した」 これが要件ですね人の身体を傷害したらじゃあそれどうなるんですかっていうのが次効果で効果は15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処するこれが効果になっております法律要件法律効果ですねで刑法って分かりやすくて刑法って分かりやすくて どんな犯罪をしたらって部分が要件でどういう刑罰が待ってるかっていうのが効果なんですつまりある犯罪を犯すとある刑罰が待ってるんだといった形で、えー、条文が構成されているということですねつまりほらこんな犯罪をするとこんな刑罰が待ってます こんな犯罪をすると、こんな刑罰が待ってますって形で規定がされているんです。刑法は、犯罪と刑罰を規定した法律だというふうに言えます。一番わかりやすいですね。犯罪と刑罰を規定しております。犯罪と刑罰を規定しております。で、 これから刑法を勉強する時にはだからどんな要件があるとどんな効果があるかどんな犯罪をするとどんな刑罰が待ってるかって形で規定がされておりますが皆さんが刑法を勉強する時にこれから一番重要になるのは刑罰ではなくて犯罪です。 皆さんは裁判官とかなるわけではありませんからあこの犯罪を犯すとえ何年の懲役だっけとかそんなのは勉強する必要ないですよ。こういうことをすると犯罪になりますで大体終わりですだから例えばこの204条が与えられてますが合格者だってこの条文のこちら人の身体を障害したって部分はしっかり勉強します人って何だろう自分は含むのか障害って何だろう 身体って何を意味するのここはもうめちゃくちゃ詳しく勉強しますけれども後ろのこの部分なんて知ってる方ほとんどいません障害罪って懲役だっけ金庫だっけ罰金だっけそれは知りません試験出ないから試験に出るのは犯罪の部分ですだから人の身体を障害したって部分はこの人っていうのは何を指すのか身体は何を指すのか障害って何をすると障害なのかこちらは詳しく勉強する形になりますからね とということで犯罪と刑罰のうち犯罪の部分を詳しく勉強する。犯罪と刑罰のうち犯罪の部分を詳しく勉強するといった形になります。民法は要件効果はいろいろあります。だからちょっと難しいた多岐にわたりますね。でまず例えば709条これ不法行為の条文ですが行為または過失によって 他人の権利または法律を保護される域を侵害したでこれが要件でまあ、効果がこれによって生じた損害を賠償する責任を負うこういうことをすると賠償責任が発生しますこういうことをすると賠償責任が発生しますってことでこういうことをするとの部分が要件で損害賠償義務が発生しますよっていうのが効果になります で民法はちょっと多岐にわたるので難しいんですが一定の要件を満たすと権利義務が発生したり物件変動が生じたりするといった効果が発生するという形になります契約を結ぶとお金払う義務が発生するとか契約をすると自分のものになるとかそんな形で規定がされております。 だからまあ民法の場合には要件・効果というのは一言では言えないですがこういう要件を満たすとこういう義務が発生しますよとかまあ契約を結ぶとまあお金を払わなければいけませんよとか契約を売買契約をすると自分のものになりますよとかまあこんな形で要件と効果が規定されているんだ要件と効果が規定されているんだといった形になるわけですね。 よろしいでしょうかこんな形で、まあ、要件と効果ということについてお話をしましたさあ次回はその続きのですねところからお話をしていきます、まあ、条文の読み方だとか、まあ、そういうことをお話をして法律の基礎のところが終わればいよいよ民法の勉強に入っていきますで民法の勉強に入ってこの全体構造のところでは民法と不動産統計をこの基礎をお話をしてこれから本格的に始まる勉強の方に生かしていきたいというふうに思います ではは今日ここここままででとということにしますでこの講座についてはですね最初のうちはちょっと日程が結構複雑になっておりますのできちんとあのパンフレットの日程の部分ですねそれを見てもらってスケジュールのとを見てもらってちょっときちんとこの曜日の方を確認して来ていただければと思いますで通信の方は、まあ、通信で自分なりのペースで見ていただければいいですが通学の方はきちんと曜日を確認してそちらの曜日の方に従って来ていただければいいかなという,ふうに思います。では今回 今回はこれで終わります、えー、今回ですね、えー、法律入門というところで、まあ、司法書士の制度だとかあ司法書士の試験だとかちょっとまだ本格的な勉強に始まる前にちょっと準備という形でお話をしましたまあ、なかなか最初はまた講義を聞いているだけでも大変だと思いますがこの全体構造の3回のところで講義の聞き方というのをまずは あ理解をしてもらって身につけていただければいいかなというふうに思っておりますで民法から本格的に勉強が始まっていきますからそこまでにちょっと勉強の体制ですよねあるいは途中でお話をした環境づくりそういうものをとりあえずしていただければと思いますでこれから勉強を始めるとやっぱり大変になると思いますで私の方でも精一杯講義を提供するだけではなくまあ、分かりやすくお話をして具体的なお話をして勉強の方針を伝えていくというだけではなくまあその質問対応だとか だから質問わからなくなったらどんどん、まあ、講義の後に聞いてもらうとかしていただければいいしあとは勉強の 悩みとかそういうのもホームルームなんかを定期的に開催することでサポートしていきますからもうぜひいろいろ使っちゃってくださいね皆さんが1年で合格できるってことがまあ私にとっても一番嬉しいですのでそのためにできることはすべてやりますですからしっかりこちらを使ってで皆さんもしっかり勉強してくださいあの講義を受けているだけでは合格できませんから受かるためにはちゃんと復習などを中心に勉強しなければいけませんのでその復習のやり方なんかも次回以降またお話をしていきますとりあえず今は講義でやったことをまあ理解をして 復習していいいただければいいですが民法1回目から復習の仕方というのを指示をしてこの全体構造の3回目で指示をしてその通りに復習してもらいたいと思いますのでえぜひです、ね、そのやり方で復習してもらえるように頑張っていきましょうでは今回は講義でやったことを理解をしていただいて見直していただければいいかなと思いますとりあえずこの3回については気楽に聞いていただければいいですが民法から本格的に勉強するための基礎作りでもありますからちょっと頑張って聞いていただければと思いますでは今回はこれで終わりにしましょう お疲れ様でした。